皆さんこんにちは。それでは基準改定に伴うですね、財務会計論の歩行をですね、始めさせていただきます。担当はレックスに講師鍵山です。よろしくお願いいたします。はい、2021年度のですね、本試験からですね、複数の基準がですね、こう本格適用されるということで、それに伴ってですね、改定歩行をですね、させていただくことになりました。で、この講座をですね、ご覧になられている方ですね、結構その今までのレックのですね、会計士講座をですね、受講されて、で、21年5月向けの担当式試験、もしくは21年8月の論文式試験を、目指されている方かなと、思います。で、2コマですね、改正歩行をですね、させていただきますけれども、まずですね、今回1回目は、時間の算定に関する会計基準、そして見積もりの開示に関する会計基準にですね、伴うお話が前半、そして後半はですね、収益認識に関する伝統的なですね、論点を見ていきます。前半の時価算定の基準であったりだとか、見積もり開示の基準に関しては、全てのですね、講座受講されてきた方ですね、まだこの部分の講義はですね、どこでもしていないので、このですね、歩行が初めてに基本的になりますので、担当の上級講座、担当の3倍速講座、そして論文のね、受験生の皆さんがですね、聞いていただければと思います。メインは担当です。ね、論文論点というのはですね、あまりこう論文地区ではないので、あんまり論文には出なさそうではありますので、一応メインの対象者は担当受験生ということになるかなと思います。はい、そして後半はですね、収益認識に関する伝統的な論点で、実現主義とか発生主義とかっていう話を見ていきます。で、ここはですね、以前上級講座や3倍速講座を受けられた方はですね、その講座の中で伝統的なお話もしている時があります。昔はしていたんでね、普通に、なので以前ですね、私の講義で実現主義だとかですね、発生主義だとかっていう話を聞かれた方は、1回目の後半講義については特に聞く必要はないかなと思います。1回目の後半ですね、1回目の後半講義、実現主義とかやっておりますんで、ただもっともっとね、この5月をですね、一番初めのターゲットと設定されたですね、講座については、一応新しい収益認識の基準との絡みで、伝統的なですね、収益認識がどうなるのかっていうところをですね、ちょっとですね、実際試験範囲が公表されてからですね、やろうかと思いまして、実際その5月向けのレギュラー講座であったりだとかの中ではですね、もう実現主義とか発生主義の話はしておりませんので、もともとこの5月をですね、本目標に設定された講座をですね、受けられた方はですね、1回目の後半講義も受講していただければと思います。一応先日ですね、試験範囲がですね、正式に発表され、でその中でですね、もう実現主義とか発生主義とかっていうですね、そういう考え方がですね、範囲の中でですね、明記されておりましたので、これもですね、一応出題の可能性が高いというわけではないですけれども、試験範囲に含まれるということで、新しくですね、収益認識の基準が出るんですけれども、伝統的な収益認識の考え方がどういったものかっていうところに関しては知っておく必要があります。はい、ですので今日のですね、1回目の後半講義でそれについては見ていきます。先ほどお伝えした通りですね、以前私の講義の中で発生主義実現主義に関するお話を聞かれた方は、特にね、話す内容がそれによって、変わるわけではないので、同じことを話しますので、1回目の後半講義は聞く必要がないかなと思います。はい、そして2回目の講義の中で、収益認識に関する会計基準ですね、新しい基準、本格的になった新しい基準に関する理論の話をさせていただきます。はい、で、こちらね、基本的には担当向けになります。論文生はですね、一応グレードアップ講座の中の最終回で、新しい収益認識に関する会計基準、新しいポイントリストをですね、配布して、講義をしておりますので、メインはもう担当生だと思ってください。論文生でもですね、全然聞いてもらっても構わないわけですけれども、どちらかというとこれはですね、担当生向けの、方向になるかと思いますので、論文生は、余裕ある方は聞いてもらってもいいかなと思いますが、グレードアップ講座の最終回のところで、見ていただければいいのかなと思います。はい、で、この2回目のですね、収益認識の、新しい基準のですね、理論なんですが、結構簿記に絡むところが多いので、この第2回目のですね、新しい収益認識に関する会計基準に関するですね、講義は簿記の収益認識部分が一通りできますよっていうことを前提にお話を進めさせていただきます。なので、この歩行2回目を聞く前に、簿記の方の収益認識を復習してからですね、簿記のテキストを隣に置いて、一緒にね、講義を受けていくようにしてください。はい、結構ね、簿記のテキストもですね、理論に関するものがですね、結構載っておりまして、私も簿記の講義の中で結構マーク引いてますんで、欄外のワンポイントとかね、注意とか。なんで、そこに関する部分を、重複する部分もありますし、もう少し深掘りしていく部分もあります。
いずれにしても簿記ができますよという前提でお話をさせていただきますので、まずね、簿記のテキストで収益認識部分ということを復習してからですね、2回目の講義にですね、臨んでいただければいいかなと思います。はい。で、対象者はですね、基本的に5月担当受験生ですね、3倍速受けられている方もレギュラーのですね、上級講座受けられている方も、受けていただきたいとは思うんですけれども、ただですね、以前私のですね、収益認識の講座を受けられた方ですね、昔というか以前は公開講座なんかでですね、無料公開講座なんかでですね、収益認識の講座をですね、しておりまして、でそれ受講されていた方は大体被ってますね。そこをですね、もう少しこうパワーアップさせたものにはなっていますけれども、7割方ぐらいはですね、被ってると思ってください。はい。なので、そこにプラスアルファ、ね、3割部分が乗っかって、今日ですね、2回目の講座になるというイメージになりますので、以前の公開講座なんかでですね、私の講義を聞かれた方はですね、大体同じなんでね、なんだ同じかと思うかもしれませんけれども、ね、多少ね、こうプレジュメのページ数を増やしてパワーアップさせて、少しね、本格的よということで、ちょっと細かいところも若干で、ね、見ていこうかなというですね、そんな流れになります。はい。ということで、以上2コマですね、改正に関する補講をさせていただきます。よろしくお願いします。はい。それではですね、もう早速1回目前半、これは本当に真新しい、私もね、今日初めてこのですね、会計基準に関する講義をしていきます。時価算定に関する会計基準と、あと見積もりの開示に関する会計基準、そして、会計上の変更と誤備の訂正の会計基準の名称が変わって、少しですね、リニューアルされてるんで、そこに関しても見ていきますので、以上3つですね、3つの基準について、見ていきます。お時間1時間ぐらいで、終わるかなというところで、そんなにですね、分量は多くありません。時価算定の基準はですね、結構分量自体はあるんですけど、試験範囲に本格的に加わりですね、初年度ということもありますので、そこまで細かい話をやっていってもですね、費用対効果が悪いところでもあるので、基本的な話を、ね、中心に見ていきます。そして、見積もりの開示であったりだとか会計上の、ね、変更の、少しリニューアルバージョンっていうのはそんなにね、話として大きな話はなく、もう本当に一瞬で終わるようなものになりますんで。はい。それではですね、時価算定の会計基準から見ていきましょう。本日お配りしているですね、新しいその会計基準に関するレジュメですね、伝統論の収益認識のレジュメもですね、別途あると思いますけれども、伝統論の収益認識ではないですね、時価算定基準や見積もり開示基準のですね、レジュメの方の1ページを見てください。はい。はい、それでいきます。時価算定に関する会計基準ということで、我が国はですね、古くからといってもですね、90年代後半から時価評価をするという考え方がですね、本格的に導入され、時価というものをですね、会計書類の中で使ってきたわけですけれども、ただその時価が何なのかということはあまりはっきりですね、基準上書かれていないんですね。特にその時価の算定方法に関する詳細なガイダンスというものは定められていないんですね。いなかったんですね。はい。ただ、諸外国の会計基準ではですね、その時価に関するですね、算定方法なんかを定めたですね、基準が存在するわけですよ。で、我が国は時価をね、使って評価してねっていうことを言ってるんだけれども、それをどうやって求めるのかっていうことの統一的な考え方がですね、基準化されていなかったので、ここでね、ちょっと基準化をしていきましょうと、これによって比較可能性なんかをですね、確保していきましょうということが、この時価算定基準の、作成の趣旨になります。はい。ここですかね、国内外の企業家における財務省の比較可能性を向上させる観点、時価に関する統一的な算定方法を定めるということで、従来は算定方法に関する詳細なガイダンスはですね、定められていなかったということで、日本はですね、やはり少し会計の、ね、後進国にはですね、なりますので、ちょっとね、諸外国から遅れて、この時価の算定に関する基準というものをですね、やっと、ね、作成し公表したということになります。はい。で、諸外国なんかの基準ではですね、公正価値っていうような表現をですね、使っているんですけれども、一応我が国はですね、時価っていう表現に、統一させて、いただいておりますっていうのは私が言うのもいいんですけれども、統一をしていると、ね。はい。ただ、これは諸外国のところでいう公正価値と基本的にこの会計基準でいうところの時価っていうのは同じだと思ってください。同じだと、ね、考えてください。で、公正価値、にやりこる時価ということで、そこはですね、基準上、表現違うんですけれども、特に大きな相違点はありませんので、時価といったら公正価値というふうに考えちゃって構いません。はい。で、基本的にはですね、IFRS 13号に公正価値測定という基準があり、これをですね、全て取り入れています。ただ、我が国のですね、実務慣行なんかに配慮して、それに関する、比較可能性を損なわない程度で、取り扱いを定めているというところになりますので、ね。
まあまあ時価の算定についてですね、まあしっかりとですねルール化していきましょうね、明確にですね、基準を定めていきましょうということですね。はい。でこの時価算定に関する会計基準はまさにこの2021年度からですね本格適用、まあ昨年度2020年度は早期適用段階だったんですね。で一応早期適用段階で試験範囲にも入っていたんですけれども、収益認識の基準のように早期適用段階で、試験には出ませんでした。試験には出ませんでした、ね、はい。ただまあ本適用されたので、まあ、出る可能性っていうのは、まあ、どっかのタイミングで必ず出ますからね、それが今度の5月の担当に出るかっていうのはですね、まあ、ちょっと不明確ですけれども、まあ近い将来必ずですね出る、論点にはなります。はい。でその時価算定の基準で定められている時価の対象基準っていうのは適用範囲っていうのがですね、はい、ここにあります。金融商品とあとはトレーディング目的で保有する棚卸さん、この2つがこれ時価算定基準に関する会計基準の適用対象になります。はい。なので全てについてではなくて、まあ時価に関する取り扱いがですね非常にこうウエイトを占めるですね、金融商品基準とトレーディング目的で保有する棚卸さん、まあ、つまり棚卸さん基準の一部について、まあ、このですね、時価の算定基準の時価っていうものをですね、使っていきましょうということになります。はい。で棚卸さん会計の基準はですねトレーディングではなくて通常の販売目的で保有する棚卸さんありますよね。で通常の販売目的で保有する棚卸さんについては、まあ、この時価算定基準の対象にはならないので、ね、棚卸さん会計基準の中でもこのトレーディング目的で保有する棚卸さんのみがですねこの時価算定基準の対象になるところにことにですね、まあ、少し注意をしてください。はい。それではね、具体的に見ていきます。で1ページの下ですね、用語解説で用語の定義というのがあります。でこれはですね、まあ、このあと本編、まあ、2ページ以降でですね、時価とは何かっていう話をですねしていき、そして時価の算定はですねどうやってやっていくのかっていう話をしていくんで、まあ、その中で出てきた都度ですねこちらに戻って定義なんかを見ていきます。でただですねこの用語の定義というのは重要だと思ってください。試験上、はい。というのもですね過去の本試験を見るとですね基準改定した直後は結構このですね用語の定義に関する選択肢が出ていたりするんですね、まあ、特に資産住居債務の会計基準とかね、それこそ会計上の変更誤謬の訂正の会計基準とか公表された後はですね、まあ、結構基本的な用語に関する定義を聞く問題が多かったので、まあ、この時価算定の基準についても、まあ、この意義がですねどういったものか、単純に意義のですね、整合を問う問題もですね想定されますので、まあ、ここはねちょっと重要性が高いんだと思ってください。はい。ただまあこれはね、都度都度戻って、見ていきたいと思います。はい。それではレジュメの2ページですね、見てください。まあ、時価算定の基準もですねレジュメ自体は5ページですからそんな多くないんですよね。はい。それではいきます。時価算定の基準の中の時価とは何ぞやというですね時価の定義、これはもうぐるっと囲っていきましょうか。時価とは算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の当該取引における資産の売却によって受け取る価格または負債の移転のために支払う価格を言うと。はい。これが時価の定義なんですね。つまりですねこれ市場において資産売却した時に得られるキャッシュや負債を移転した時に支払うキャッシュ、これが時価っていうふうにですね言ってるんですね。はい。まあ、これですからね、資産の売却によって受け取る価格または負債の移転のために支払う価格、これが時価なんですね。はい。つまり資産を売った時にいくら入ってくるんですか、負債移転した時にいくら払うんですか、ね、その価格のことが時価と、まあ、その、ね、キャッシュ、これを時価と呼んでいきます。はい。でただですね、まあ、その時価の前提として今赤でマークした前の部分ですね見ていきます。時価っていうのは前提、ね、まあ、時価そのものはね、資産を売却した時に得られるキャッシュであったり負債を移転した時に支払うキャッシュ、まあ、これがまさに時価なんですけれども、その前提としてですねこれですね、算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の価格のことを言うんですね。ですか？算定日に市場参加者間で秩序ある取引が行われたという想定のもと計算される価格、まあ資産を売却した時に得られるキャッシュや負債を移転した時に支払うキャッシュのことを時価と呼んでいくんですね。まあ、時価というものになるんですね。はい。
なのでまずはですね、この前提である算定日に市場参加者間で秩序ある取引っていうところを少し見ていきます。はい。でまず一つ目、まあ、算定日というところなんですけれども、時間はですね、まあ、時間を算定するその日の価格というふうに定められたんですね。だからですね、従来、まあ、これですね、この5ページ目一番最後にやっていきますけれども、従来は何かの平均っていうものを時間につけることもできたんです。何かの平均っていうものですね。1個見ていきましょうかね、レジュメの5ページ、はい、試験上注意すべき従来の会計証との相違点とありまして、1つ目いきましょうかね、従来はですね、その他有価証券の決算時の時価はですね、決算日の期末前1ヶ月間の平均値を使うこともできたんですね。その他有価証券の決算時の時価の容認ということで、期末前1ヶ月の平均に基づいて算定された価格を使うこともできたんですけれども、右にある通り、まあ、時価が算定日における価格というふうに定義づけられたので、まあ、この平均的な価格というものを時価でつけることができなくなったんですね。まあ、つまりこの1ヶ月の平均に基づいて算定された価格が時価の定義を満たさないというふうになると。なのでこういった取扱いは廃止されるんですよ。まあ、試験上こういうのは重要ですね。今もあたかもですね、使われているかのような選択肢が、まあ、ダミーとして間違った選択肢として、出てくるということはですね、まあ、よくありますから、まあ、このですね5ページっていうのはすごく大事、試験上すごく大事だと思ってください。また後で見ていきますね。はい。でこのように、時間っていうのは算定日における価格を指すので、平均価格なんかがもう使えないんですね。使えない、だから廃止されちゃってると、ね、いうのがまず一つ。はい。そして市場参加者間とありますんで、この市場参加者について、定義のところを見ていきます。1ページ見てください。市場参加者についての定義ということで、はい、市場参加者というのは、まあ、次の要件のすべてを満たす売り手および買い手を言うということで、はい、まあ、この要件、まあ、エッセンスはね知っておくといいかなと思います。まず互いに独立しており、関連当事者ではないという点が一つ目ですね。関連当事者ではないと。市場参加者は関連当事者ではない。まあ関連当事者だと忖度働く可能性がありますからね。忖度働いたら市場原理がですね正式適切に働かない可能性がありますので、まあそういった関連当事者はここでは市場参加者には含まれないというふうに考えていきます、ね、はい。そして2番、関連当事者ではない当事者が、知識を有しており、すべての入手できる情報に基づき当該資産または負債について、まあ、十分に理解していると。なんで、まあ、その市場についてですね、十分にこう理解しているというですね、状況ですね。はい。なので、まあ、全く理解していない人ってことを対象としていないわけですよね。はい。そして当該資産または負債に関して取引を行う能力があると。つまり、まあ、経済力がある程度あるということを前提としております。取引を行う能力がありますよと。はい。そして当該資産負債に関して他から強制されるわけではなく自発的に取引を行う意思があると。はい。だから強制されたらね、不当な価格が形成されてしまう可能性がありますので、はい。なので、まあ以上4つですね、4つの要件はまあ簡単にね、知っていただければと思います。まあ、特にそうですね、関連当事者ではないっていうあたりだったりだとか、一番最後自発的に取引を行う意思がある、ね、まあ、そういうところは前提としてるんだっていうのはですね、出る可能性はありますね。出やすそうですよね。はい。これが市場参加者です。でこれ全てですかね、全て満たさなければいけませんからね。全て満たした売り手買い手が、市場参加者でですか。じゃあいきますよ。算定日において市場参加者間でもう一個、秩序ある取引と、秩序ある取引ですね、秩序ある取引が行われた想定した場合の価格。じゃあその秩序ある取引というのはもう一回定義見ていきますよ。秩序ある価格というのは、はい、資産または負債の取引に関して通常かつ慣習的な市場における活動ができるように、その後からいきます、時価の算定日以前の一定期間によって市場にさらされていることを前提とした取引と。市場にさらってされている取引ということで、まあ、この時価の算定日以前ですね、一定期間は市場に馴染んでいなければいけないんですね。である程度ね、この市場に馴染んでいないと通常かつ慣習的なマーケティングができないので、まあ異常な価格が形成される可能性があるんですね。秩序ある取引ね。なんでこうね、ある程度こうね、一定期間ね、市場に馴染んでいるようなですね取引ね、要は初めてね
そういう取引ありましたよみたいな、取引は秩序ある取引とは、言わないんですね。あとはもう一個ですね、他から強制された取引なんかも秩序ある取引には該当しませんよと、ちょっとイメージ湧きづらいと思いますけれどもね、要はある程度市場に馴染んでいるような取引じゃなければいけないんだと。はい、だからね、今までやっていないようなですね、取引を急にやって、それがいきなり秩序ある取引っていうふうにはならないということなんですね。ある程度馴染まないとね、やっぱり適正な価格って形成されないわけですよね。ですか、不当な価格が形成される可能性がありますから、ね、まあ何でもね、そうですよね、ある程度の集計をしていかないと、ね、あるべきところに収束しないですよね。それはまあ野球だって143試合ある中で、初めの10試合9勝1敗だったと、そしたらですね、143試合ですね、9勝1敗ペースでいくかって言ったらいかないわけですよ。で価格も同じで、ね、いきなりね、その市場に入ってきたばっかで、価格がね形成されても、それがね適切な価格形成とは限らないわけですね。ある程度期間を追っていかないとですね、収束していかないわけですから、ね、はい、なので一定期間において市場にさらされていることを前提とした取引ということですね。はい、こうポイントですね、時価の算定日以前において市場、一定期間市場にさらされていることを前提と、これが秩序ある取引になります。でそれを前提として、その中で形成されていく価格を、まあ、時価と、ね、まあ、売却した時に得られるキャッシュ、負債を移転した時に支払うキャッシュが、時価なんですよということです。はい、で、その下のね、ちょっとなんか四角の長方形の吹き出し見てください。あまりこの四角ね、私使わないんですけれども、ですか、この時価の算定については付随費用は考慮されませんと。ただまあ輸送費用なんかの調整を行う場合があると、まあ、ここはですね、もうあまり細かいんで気にしなくてもいいです。とりあえず、付随費用考慮されませんよと、ね、この輸送費用の調整ってのはおまけでもいいです、ね、これはおまけですね、ちょっと細かいです。はい、時価算定時代に付随費用考慮されないということですね。そしてその次ですね、資産を売却するまたは負債を移転する取引、ここ大事ですね、企業が算定日において利用できる主要な市場で行われるというふうに考えていきますが、この主要な市場が存在しない場合は最も有利な市場で行われるというふうに考えていきます。主要な市場がまず第一優先で考えられるべき市場で、最も有利な市場はその主要な市場が存在しない場合に使われる市場になります。はい、で、主要な市場と最も有利な市場というのが、まあ、何違うのかですね、はい、これですね、意義のところを見てください。主要な市場と最も有利な市場ということで、はい、いますよ、いいですか。主要な市場というのは取引の数量、頻度が最も大きい市場のことを指します。主要な市場、ね、まあ、これを優先的に考えていきましょうと。ただ最も有利な市場というのは、これは、まあ、ここはね、最も有利な市場の中では付随費を考慮するんですけども、資産の売却による受取額を最大化、または負債の移転に対する支払い額を最小化できる市場、これを最も有利な市場と呼んでいきます。ですか、で、ちょっとね例を出していきましょうか。これだけだと分かりづらいと思いますからね、ちょっと例を出していきたいと思います。板書を入れていきます。例えばですね、皆さんが、まあ、何でもいいんですけどもね、まあ、リンゴを買おうとしたと、ね、リンゴを買おうと思った時にスーパー3つあると、ね、A、スーパー A、スーパー B、スーパー C、 3つありますよと、ね、はい、ですか、 A、B、C と3つのスーパーありますよと、ね、で、まあ、リンゴを買おうと思ったと、でどのスーパー行きましょうかねということで、スーパー A は非常に大きな、ね、スーパーで、ね、まあ、大型のスーパーですね。で駐車場なんかもです、ね、めちゃくちゃ広くて、まあ、いろんな人がです、ね、こう来店するようなスーパー A で、でスーパー A は、まあ、1日にリンゴはです、ね、まあ、お客さん多いですから、まあ、2000個ぐらい取引されると、ね、2000個取引されてますよと、はい、リンゴ2000個取引されると、はい、でスーパー B は、まあ、その超大型っていうわけではないけれども、ね、まあ、ある程度その地元のスーパーで、まあ、お客さんもそれなりに入っていると、
ね、なので、まあ、本当にそのスーパー A っていうのはめちゃくちゃ大きいね、その生鮮食品だけじゃなくていろんなね、ものが、テナントなんかが入って、まあ、アパレル系とかですね、またフードコートもあってみたいな、あのそんなイメージのスーパーです。でスーパー B っていうのは、まあ、生鮮食品とかお菓子とかですね、まあ、飲食店が中心になるスーパーだと思ってください。まあ、このイメージは別にどうでもいいんですよ、ね、でスーパー B は、まあ、スーパー A よりはねそんな大きくない、その超大型店舗ではないので、まあ、1日にですね取引されるリンゴの量っていうのが、まあ、500個だとしましょうかね、500個ぐらいだと。そしてスーパー C、 スーパー C はスーパーっていうよりも地元の商店街の八百屋ですね、八百屋さん、ね、地元商店街の八百屋さん、まあね、お客さんがそんなに、ね、駐車場があったりだとかっていうのは、ね、なく、まあ、馴染みのお客さんがですね、まあ、リンゴを買いに来ると、まあ、別に野菜とかも、ね、買いに来るということで、まあ、野菜果物のですね、お店、1日の取引量がまあ50個だと、リンゴの、ね、売買量が50個だと。はい、この大型スーパー A と、ね、中型スーパー B と、近所の八百屋さん C というですね、3種類の、まあ、選択がリンゴを買うときに、リンゴを買おうと思うときにありましたと。ですか。で、ただリンゴの価格ですね、次。今ですか、今2000個とか500個とか50個っていうのは、そのお店で取引されるリンゴの量です。1日に取引されるリンゴの量だと思ってください。ね、はい。で、次、リンゴの価格いきます。リンゴの価格、スーパー A は1個80円だと。1個80円で、スーパー B は1個90円で、地元の商店街はですね、まあちょっと規模の経済的なものが働きづらくて95円、ね、はい。まあそしたらですね、まあ皆さんスーパー行きますよね、普通に考えればですよ。で、リンゴ10個買おうとしましょうか、リンゴ10個ね、リンゴ10個買おうと思ってると。なんでちょっとですね、自分がリンゴに払うべきお金っていうものをですね、考えていくと、スーパーだったら80円 ×10 個で800円。で、まあ、スーパー B だったら90円 ×10 個で900円。で、地元の商店街であれば、995円 ×10 個で950円だと。はい。ですよね。じゃあ、まあ、それはね、A 行きますよと。なりますよね。はい。ただ、ここで、スーパーは実はちょっと遠いんだと。ちょっとね、電車をですね、電車に乗って、かつ、ちょっと乗り換えもしなければいけないんで、電車代がかかっちゃうんですね。じゃあ、電車代いくらかかるかっていうと、じゃあ、スーパー A に行くために、電車代実は250円かかりますよと。ね、250円。電車代、ね。ちょっと交通費とかいましょうかね。交通費。スーパー A に行くためには、交通費250円かかると。はい。で、スーパー B はですね、まあ、スーパー A ほどではないんだけれども、一応一駅行かなきゃいけないと。まあ、歩いても行けるんだけども、とりあえずまあ電車乗りましょうということで、スーパー B は、電車代が150円かかると。はい。ただ、地元の商店街 C 商店は、特にですね、交通費かからない。まあ、歩いて行ける。もう家からですね、1分、徒歩1分。ね。はい。なので、交通費0円なんですね。はい。となったときに、トータルリンゴを買うためのコスト、交通費込みでいくらかっていうと、 A はこれ1050円、ね、で B は、まあ、同じく1050円で、 C は950円なんですね。はい。じゃあこれを踏まえてですね、主要な市場と最も有利な市場ですね、これ当てはめていきましょうかね。主要な市場っていうのは取引の数量および頻度が最も大きい市場ですから、主要な市場というのはもう A なんですよ。これスーパーで、まあスーパーをねちょっと市場に見立てていただければと思いますけども、これなんですね、 A なんですね。これが、ここが主要な市場。これが主要な市場、ね、でもこの A が最も有利な市場かっていうと、 A は最も有利な市場ではないんですね。最も有利な市場っていうのは、リンゴを10個買うときに一番ですね、支払う金額が少ない、これ C になるんですね。 C、 ここですね、これ最も有利な市場です。最も有利な市場と。はい。で、時間を算定するときにどっちを優先していかなければいけないかっていうと、これは最も有利な市場なんですね。こっちを優先して、ごめんなさい、主要な市場です、失礼しました。主要な市場ですね、失礼しました。考慮していかなければいけないのは主要な市場になりますので、はい、ここを
まず第一優先で考えていこうと。はい。で、先に言うと、この主要な市場がない場合は、最も有利な市場を、使っていかなければいけないと。使っていくことになりますよと。はい。ですか？まあ、例えばですよ、その主要な市場がない場合ってどういうことかっていうと、時価っていうのは、これさっき言った通り、算定日における価格なんですよ。算定日における価格ということは、その算定日に、今の例だと、A スーパー、B スーパーはお休みだったと。A スーパー、B スーパーお休みだったと。ね、まあ、水曜日休みだったと。算定日が水曜日だとしてね。なんかイメージね、あの八百屋さん水曜日休みのイメージがちょっとあるんで、水曜日にさせてもらいますけども、水曜日休みだったんだと、A スーパー、B スーパー。てか今もう24時間というか年中無休が多いですよね。失礼しましたけども。はい。で、A スーパー、B スーパーはね、お休みで C しかやってないと。で、C はやってるんだと。ね、そしたら、まあ、主要な市場がないんですよね、その場合って。算定日に主要な市場がないので、そしたら、最も有利な市場を使うということです。はい。ね、まあ、これがね、ちょっとイメージですね。で、まあ、今リンゴをね買う側の立場で市場っていうものを考えていきましたが、あのまずリンゴってのは基本棚卸さんなので、まあこの基準の対象外なんでちょっと注意をしてくださいっていうことと、あとはですね、この市場って基本的にはまあ有価証券なんか売るようなですねイメージになりますからね、この時価の算定基準っていうものを使っていくメインな基準っていうのは金融商品ですからね、金融商品メインの商品は金融商品ですから、なのでまあこれは株式とかの市場を実際はイメージする必要があります。株式市場とかですね、まあ、そういったものをですねイメージすると思ってください。トレーディング目的で保有する棚卸さんだったら金とかの市場をですねイメージしてください。なので、まあ、ちょっとですね分かりやすいように棚卸さんベースで、しかもですね、まあ、消費者の立場でそれを購入する側で考えましたけれども、まあ、実際はちょっとそれを有価証券なんかの売買をするっていうことを前提に変換していく必要がありますので、ね、はい、そこは注意をしてください。ただイメージはこんなイメージでいいです。はい。そしてですね、1点気になった方もいるかもしれませんけれども、この最も有利な市場のところにはですね、この付随費用を含めて考えていきます。付随費用、まあ、輸送費用もですね含めちゃうんですけれども、これ、まあ、輸送費用はレジュメに書いてないんであまり気にしないでください。いいですか。時価の算定自体に付随費用は考慮されないんです。いいですか。ここ注意ですよ。時価の算定自体に付随費用は考慮されないんだけれども、最も有利な市場か否かを判定するときはこれ付随費用を考慮していくんですね。はい。ここは考慮していきます。今まさに付随費を考慮していたんですよ。交通費ですね。実際は輸送費用なんかも考慮していきます。はい。ね、なので、まあ、ちょうど、ね、例としてはいい例かなとは思いますね。こういった付随費用を考慮した上で、最も有利な市場っていうものを決めていくんですね。はい。ということで、まあ、最も有利な市場、そして主要な市場ですね。優先的に使うのは主要な市場になります。まあね、一般的には、ね、主要な市場イコール最も有利な市場というふうに考えられているようなんですね。はい。ただまあ一応ね、こう順位付けがなされていなければいけないと考えてください。はい。ですね。で、そのね市場で売買した時のキャッシュインやキャッシュアウトが時価だって言ってるわけです。はい。で、従来の時価はね、この市場価格に基づく価格のみと定義されていたというところですかね。まあ、地価とは公正な評価行為、市場において形成されている取引価格、気配、または信用その他の相場に基づく価格ということで、まあ、市場価格に基づく価格、ね、というのが従来の定義だったんですね。はい。ただ新しい市場について、あ、ごめんなさい、新しい基準については、まあ、特にその市場価格に基づいているっていうところは前提としていないんですね。はい。またこの後やっていきます。まあ、一応ここはもう負けですね。そして、まあ、その時価の、算定方法について見ていきます。はい。この下ですね。ちょっとこの算定方法について、インプット×評価技法×、ごめんなさい、インプット×評価技法イコール、時価だというですね。はい。この算式が、これが時価の算定方法になります。かな。でここでいうインプットってのは下にある通り、まあ、株価とか金利とか為替相場だとかこういうのがインプットだと思ってください。はい。で、まあ、イメージですね、まあ、そういった株価とか為替相場とか、まあ、金利なんかを圧力鍋に入れて、で蓋をして、でその圧力鍋が評価技法だと思ってください。ね、で
一定時間ですね、まあ、圧力ね、火力をですね強めて圧力かけたら、時価が算定できていると、ね、まあ、料理みたいなものですね、鍋入れて蓋して時間かけたら、できているというようなそんなイメージ、まあ、レンジでもいいですよ、何でもいいですよ、ね、なんでその評価技法っていうものにインプットの材料を入れて、でアウトプットして出てきたものが時価なんですね。はい、ね、もう鍋の中に入れちゃって、で煮込んだらできました、ね、鍋の中に入れる材料がインプットで、鍋とかですね、まあ、火力とか、まあ、そういったですね調理テクニックが評価技法だと思ってください、まあ、レンジでもいいですよ、別にさっき言ったレンジでもいいですし、オーブンでもいいですよ、ね、そこら辺が評価技法、イメージとしては、ね、素材を入れて何かですねこう技法を使って調理すれば料理が出てくるわけですよね。その料理が時価っていうふうに考えちゃってください。はい、でそのインプットっていうのが具体的にはここにある通り株価とかね、金利とか為替相場、そしてその株価や金利や為替相場を何かの技法を使って計算テクニックを使って時価っていうものを算定していくんだと、ね、はい、なんでインプットかける評価技法イコールまあ時価、まあ、時価が算出されるんだと、ね、これが時価がアウトプットですね、もう出来上がった料理だと思ってください。まあそんなイメージです、ね、そんなイメージ。はい、でインプットっていうのはまあ仮定の話で、これも意義のところにあるんですね。インプットも意義のところにありまして、はい、インプットは観察可能なインプットと観察できないインプットと2つに分かれます。観察可能なインプットと観察できないインプットと、2つありまして、まあ、直接はねこれ仮定と、市場参加者が資産または負債の時価を算定する際に用いる仮定を、言うわけですが、ただまあ具体的にはその株価とか金利とかね、そういったものなんですね。で、その市場があるものは観察可能なインプットで、市場がないものは観察不能な、観察できないインプットっていうふうに考えていきます。ちょっとこの辺はですねもう少し進んでいかないとイメージ湧きづらいかと思いますけれども、まあ、株価とか金利とか、まあ、そういったものだと思ってください。はい、でこの時価算定の基準はこのインプットをレベル別に分けるんですね。レベル別に分けると、ね、要は、ね、株価だったらちゃんとね信頼性あるものかどうかっていうところなんですよね。信頼性があればレベル1、インプットレベル1で、信頼性がまあないようなものであればレベル3というふうにですね、まずその株価などのインプットレベルを設定していくんですね。まあ、さっきの料理であればね、そのまあ例えばお肉を鍋の中に入れるっていった時に、そのお肉がまあね適切かどうかっていうのは微妙ですが、まあ非常にこう高級なね、例えば和牛だったら A5 ランクのものなのかとかね、それともそういったですね、銘柄がついていないものなのかとか、まあ、一応国産がいいというふうにですね一般的にはこう言われるんで、例えばそれが国産じゃなくて外国産なのかというふうにですね、素材の中でこうレベルがですねつけられているように、株価にもレベルがつけられているんだと思ってくださいですか。まあ、野菜でも別にですよね、この国産のね、何々さんがですね手塩にかけて育った野菜がレベル3とかね、でも海外でですねこう大量にですね機械なんかでバーッと作られたような野菜がレベル3って、まあ、それが言われてるのはちょっと別に出させていただいてですね、はい、でこのようにですね、レベル別に分けるんだと、まず、はい、で、まあ、レベル10っていうのは、まあ、言ってみれば、まあ、一番こう信頼できるようなものなんですよね。でレベル1のインプットを最も優先して適用していかなければいけなくてですね、レベル3っていうのはまあ信頼性が言ってみれば低いものになりますので、優先順位が低いんです。だから、まあ、株価でもレベル1のものとレベル3のものがあればレベル1のものを使っていきましょうということです。はい、そしてレベル1のインプットですね、これどういった要件を満たせばレベル1に該当できるのか、ね、どういった要件を満たせばレベル1に該当できるのかっていうと、はい、これは活発な、まあ、かっていきましょうかね、活発な市場で同一の資産や負債に関する相場価格で調整されていないもの、この要件をすべて満たしたインプットはレベル1の認定が与えられると、レベル1の称号が与えられます。はい、活発な市場で同一の資産または負債に関する相場価格で調整されていないもの、はい、で活発な市場というのがですね一つ意義としてありますので、これ見ていきますね。はい、定義のところ見てください。1ページ目、活発な市場っていうのは継続的に価格情報が提供される程度に十分な数量及び頻度で取引が行われている市場、これを活発な市場と呼んでいきます。まあ、これ先ほどのですね
秩序ある取引のところと、まあ、ちょっと似てるんですけれども、十分な数量及び頻度で取引がなされていないと不当な価格、まあ、異常価格が形成されてそれが成立してしまう可能性もあるんですよね。やっぱり取引量が多ければある程度こういった、ね、価格というものを収束していきます、ね、ただそれがないとね、やっぱり、ね、取引が少ないんですけれども、初めにその少ない取引がですね行われたわけですが、その少ない取引というのは結構異常な取引だったら異常価格が形成されてしまいますから、ね、なのである程度この活発な市場というところはですね、価格時価を算定するときに、まあ、ある程度こう重要になってくるわけですよね。はい、なのでレベル1に相当するためには活発な市場じゃなければいけない、活発な市場じゃなければいけないと、はい、あとは同一の資産負債に関する為替が、ごめんなさい、相場価格ですね、なので株価なんかの、ね、相場をまず利用するわけですけれども、ね、同じ、ね、株価の 相場を使っていかなければいけない。で相場っていうことはですね、市場があるということですよね、基本的にはですか。まあ、活発じゃなくても市場が、ね、あるわけですね、相場っていうことは。あとはね、調整、手が加わってないってことですね、手が加わってない、ね、手が加わってない、なかなかちょっとイメージつきづらいと思いますけれども、ね、はい、でレベル2のインプットっていうのは観察はできるんだと、観察できると、ね、ですね、観察可能なインプットなんだけれどもレベル1に該当しないものなんですね。観察可能なんだけどもレベル1に該当しないもので、レベル3っていうのはもう観察できないものを指します。ですか？なので皆さんですね、この4つのですね、まずレベル1の4つの要件っていうのを押さえていくといいかなと思います。活発な市場、同一の資産負債、相場価格で調整されていないものと。はい。ですね。で、ちょっと次のページにまとめましたので、まあ、これを見ていただけるといいかなと思います。まあ、これまとめの表ですね、まあ、レベル1っていうのは観察可能で相場価格 で活発な市場があり同一の資産負債に関する相場だじゃなければいけないと、はい、だから違う、ね、資産からこうなんか時価を推定するみたいなことができないということですね。同一の資産の相場を使っていかなければいけないわけですよね、はい、でレベル2っていうのは観察可能なんだけれども1に該当しないもの、まあ、これ結構レベルには幅が広いんですね、まあ、観察できなければいけないっていうのは確かなんですけどね。なんで観察可能で、まあ、相場価格で活発なんだけれども同一じゃなくて類似の資産負債から時価を推定するような場合はこれレベル2になっちゃうんですね、はい、で観察可能で相場価格なんだけれどもそもそも市場が活発じゃないようなものこれもレベル2で観察できるんだけれどもそもそも相場価格じゃないと。で相場価格じゃない場合ってどういうことが想定されるかっていうと市場のデータをそのまま扱ったり、ね、市場のデータを元に算出したり、ね、要は相場ではないんだけれどもね、その市場の相場を使ったりそれを元に何かね算定を技法をですね、構えてそれをですね算出したりということで、はい、ね、まあこのように、ね、相場が あるものも相場がないものも共にレベル2に含まれる可能性がありますので、ちょっとレベル2はですねレンジが広いんですね、レンジが広いと。で観察できなければもうレベル3ですからね、まあ、ここも注意ですね。観察できなければレベル3、まあ株価がわからないっていったようなものですよね。はい、まあ、この場合は市場参加者の過程を反映していきますよと、まあ、少し分かりづらいですけれどもね、まあ、とにかく観察不能であればレベル3ということです。で観察可能はですね、これ期間のほぼ全体にわたって観察可能でなければならないと、ね、まあ、例えばですね、デリバティブ取引なんかで期間がね、定められているようなものはその期間全体について観察できなければ観察可能とは言えませんよということです。はい、一応ね、4つの要件を全て満たせばレベル1ということで、まあ、一番、ね、そのレベル1をごめんなさい優先的に、使っていかなければいけないと思ってください。でレベル1使うんだったらこれ調整しちゃダメなんですね、その価格を調整せずに時価の算定に、使用していきますと。はい、まあ、なるべく、ね、こうレベルが、まあ、低いというんですかね、数字は低いですけれども信頼性は高いわけですよね。レベル1の方をなるべく使っていきましょうと。はい。
で高いレベルのですねインプット、まあ、レベル1のインプットを使って算定された時価はレベル1の時価とかっていう風になります、ね、うん、まあここですね、投入してお鍋に投入するね、お肉や野菜なんかのレベルが高ければ、ちょっとレベルっていう表現があまりねいいかどうかは別としてですよ、ね、まあいいものを使ってね、料理すれば、ね、まあいいものができるみたいなイメージです。で一概にそうは言えないんですけどね、素材がね、良くなくたって調理人のねテクニックで、それがね、美味しいものにはなるわけですけども、ちょっとねそこに関してはお前ちょっと違うぞって思うかもしれませんけれども、ね、ちょっと説明のね便宜上それについてはですね置いておいてくださいと、ね、はい。なんでまあそのね、素材インプットのレベルで出てくるアウトプットのレベルも決まってくるっていうふうに考えてください。はい。でインした素材が複数のレベルで構成されている場合、時価の算定に重要な影響を与えるインプットが複数含まれる場合はですね、これはですね優先順位が低いレベルに合わせていきます。つまりレベル1もあるんだけれども、レベル1ではちょっと足りなかったんでレベル2のですねインプットも使ってお鍋の中に入れましたよと、そしたら出てきた時価はレベル2なんです。要は下に合わせなきゃいけない。だからね最高級の A5 ランクのですね和牛をですね入れたんだけれども、ただちょっとですね A5 ランクの和牛だけだと量がですね足りなかったので、まあね A4 とかもですね入れましたよと、ね、そしたらですね出てきた料理はもうレベル2なんですということで、下の方に合わせていくと思ってください。はい、ね、まあこれなんかはね担当に出やすいのかなと思います。でまあ、評価技法についてはそんなにまあ議論されるところはないかなと思います。とにかくこのねインプット要素をレベル別にですね分解して、まあ信頼性が高いレベルがですね、まあ、高い方をまあ優先的に使っていきましょうというところで、でどういう技法があるのか、まあ、これお鍋ですね、料理でいうとお鍋、あとはレンジとか、その種類になりますが、次のページの括弧の2番、評価技法ですね、まあ、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチってですね、まあ、複数の方が考えられます。まあマーケットアプローチはですね市場価格なんかのインプットを利用するという方法ですね。市場取引による価格のインプットを、利用すると。はい。インカムアプローチはそのインする素材が利益やキャッシュロー等の将来の金額に関する現在の市場を割引現在価値で示すと、ちょっと長いですけどね、でもここねあんまり気にしないでください。でコストアプローチは資産の溶液能力を再調達するために現在必要な金額に基づく評価技法ということなんですが、まあこうマーケットインカムコストっていう、ね、横文字で考えた方がこう理解はしやすいのかなと思います。でもまあこの辺は、ね、ちょっと細かいところでもあるので、まあ、出づらいかなと思うんですよね。まあいろんなね手法がありますよと、いろんなお鍋がありますよと、さっき圧力鍋って言いましたが、まあ、フライパンのことも可能性もありますしね、あと別に圧力鍋じゃなくて普通の鍋、寸胴鍋っていうこともあるわけですから、まあ、いろんな、ね、調理方法がある、調理、道具があるというようなイメージでしょうか、ね、で別にこれもね基準の、まあ、これ適用心かな、適用心に示されてるんですけども、ただ例示として上がってるだけですから、ね、まあ、こういうのがありますよっていう、ところで、まあふーんっていう感じでここはいいです。はい。で、まあ、評価技法を用いるにあたって関連性のある観察可能なインプットを最大限利用し、観察できないインプットの利用を最小限にするということで、まあ、なるべく観察可能な、ね、インプットを使っていきましょうよということです。はい。で時価の算定に用いる評価技法は毎期継続して適用していきますよと。なんで、まあ、1回使ったお鍋はですねそのまま欲求も続く使っていきましょうということです。でちょっと注意してもらいたいのは、評価技法の変更は見積もりの変更に該当するので中期必要ですよと、はい、ここは担当要注意ですかね、こういうのは。評価技法の変更は見積もりの変更に該当するため、中期が必要になりますよとところですね。はい。なので評価技法をですね、変えるときには、見積もりの変更になります。まあ変えてもいいんですよ、変えてはいいと。で変える理由としては時価の精度をより高めるっていうのが、まあ、一応その正当な理由ということになるんですが、具体的にはどういう状況が妥当するか当てはまるかっていうのは一応例として挙がってるんで、まあ、簡単に、ね、ここら辺は知っておいていただければと思います。まあ、これ一読してもらえばですねいいかなと思います。はい。まあざっくりとこんな感じなんですね。インプット素材を評価技法によって、時価を出していくと、インプットをですね、評価技法にですね入れて、そこから出てくるのが時価なんですよと。で、まあ、レベル別に分けるっていうところがね少しこの基準の、まあ、コツというかミソではあるんですよね。はい。
まあ、もう一回ねお伝えすると、このレベル1のインプットをですね、なるべくこう信頼性が高いようなものを使っていくということですよね。活発な市場があって、同一の資産負債に関する、相場価格で、調整されていないようなものを使っていかなければ、まあ、いけないってわけじゃないんですけどね、優先的に使っていくことになりますよと。はい。でそうするとまあね、このレベル1のものを使って時価を算定するとよりね信頼性が高い、レベルが高い時価が出てくるよということになります。はい。まあこのね算定技法を数日使った説例なんかもあるんですけれども、うん、ただまあ試験にはそこまでは出ないかなと思いますし、とりあえずね、今の段階からそんなに細かいことまで、やっている費用対効果ってのは良くないですからね、もう少しこの出題のね実際の実績っていうものを、まあ、これから見つつということになりますけれども、まあこれぐらいやっておけばまあ十分かなと。まだありますよ、まだありますんでね、見ていきますよ。続いていきます。3ページの下、時価算定の範囲ということで、はい、時価算定の範囲はですね、個々の資産の、会計処理が適用されるような範囲とイコールなんですね。はい。つまりこれですね、資産負債の時価を算定する単位はそれぞれの対象となる資産または負債に適用される会計処理または開示によるとあります。で、まあ、要は例えばまあ、有価証券だったらね、一株当たりとかっていう形で算定をするんです。要はバラで算定するってことです。簡単に言うとね。バラで算定すると。有価証券であれば一株とかっていうですね、単位で時価を算定していきますと。で、逆にバラじゃない場合ってどういう場合があるかっていうと、これ例えばね、固定資産の減損会計なんかで資産グルーピングしますよね。で、グルーピングした上で、そのグルーピングした、資産単位で、例えば回収可能額見積もるとかね、いうことがあると思います。でもしですね、まあその固定資産のグルーピングっていうものに時価会計を適用するんであれば、そのグルーピングした上で時価を適用していくことになるわけですね。それバラじゃないわけですよ。でも、先ほどね初めに見た通り、この時価算定の会計基準っていうのは固定資産の減損会計には適用しないわけですね。金融商品とあとトレーディング目的で保有する棚卸資産にしか適用しないので、だから減損会計にはそもそも適用できないんで、なので今のね日本には基本的にこの原則的なバラで時価を算定していくっていう考え方以外はまあ通常ないっていうふうに考えます。まあ減損のグルーピングなんかもね、時価の会計基準の適用対象外ですから、ね、なので基本的にはもうこのバラでですね、時価を算定していくんだって思ってください。ただまあ一定の要件満たす場合には一つですね、グループを単位とした時価を算定することができます。はい、一定の要件満たす場合と、まあ、リスクを、ね、相殺した後の純額をですね、時価で、算定していくっていうことが できるんですが、うん、まあここはそういうものもあるんだなっていう程度で構いませんですか。まあ、原則的にはね、その日本はさっき見た通りですね、もうバラで、時価をですね、算定していくんだと、まあ、時価の単位っていうものですね、一株当たりとかっていう単位で時価を算定していくんだと、まあ、それが基本的に考えられないんだけれども、まあ、容認もありますよと、グルーピングできるんですよということですね。まあ、イメージはね、スワップなんかをイメージしてください。スワップ取引ですね。まあ、金利スワップなんかをイメージすると、もともと金利スワップって、まあ、ヘッジ前提にするんであれば、ヘッジ対象となる現契約があるわけですよね。借り入れの契約があって。でもその借り入れの契約の、まあ、利息が気に食わないということで、金融機関とスワップを結ぶわけですよ。で、そのね、現契約の金利と、スワップの金利をひっくるめて純額で考えて時価を算定していくと、ね、まあ、それまさに容認のイメージになります、ね、両者のリスクを相殺して、リスク相殺後の純額を時価でということになりますので、まあ金利スワップの時価みたいなものをイメージするといいかと思います、ね、うん、ただまあ金利スワップの時価といってもその現契約も含めてですよね。現契約も含めて、現契約と、スワップ部分のですね、ひっくるめた時価を算定することができるようなイメージです、ね、まあ、金利スワップの特例処理で時価を、ね、こう算定する、全部ひっくるめて時価を算定するようなイメージですね。容認はまあこういうのもあるんだなぐらいで構いません。はい、一応原則ですね、バラ、ね、それぞれの対象となる資産または負債に適用される会計処理または開示ですね、その単位で、時価を算定していくんだということです。はい、あとはおまけです。おまけ論点いくつか、3つかな、3つほど、おまけ論点4つか、すみません、4つほどあります。はい、まあここは本当におまけですね、まず資産または負債の取引数量または頻度が著しく低下している場合ということで、はい、これね、活発な市場っていうのがですね、特に、レベル1だとですね前提になったわけですよね。活発な市場
もう一回活発な市場の意義見ていきましょうかね。活発な市場っていうのは十分な数量および頻度で取引が行われている市場のことを活発な市場というわけですけれども、まあそういったね十分な取引頻度が担保されないような状況の時はどうするのかと。はい、もうこれはね、一言だけ、リスクプレミアムを調整していきますということですね。市場参加者が資産または負債のキャッシュフローに固有の不確実に対する対価として求めるリスクプレミアムに関する調整を行うと。まあこれねちょっと難しいですかね、表現が。まあ最後のリスクプレミアムに関する調整を行うよっていうことを知っておけばいいかなと思います。まあ十分なね、取引が行われていない中で異常な価格が形成されてしまう可能性があるわけですから、ね、その不確実性に対するですねプレミアム調整を行っていくということです。はい、で秩序ある取引じゃない取引の取り扱い、秩序ある取引ではない取引はですね、まあ時価算定、またリスクに関する調整を行う、まあ、これもちょっと調整していくってだけです、ね、はい、まあこのあたりはいいかなと思います。で第三者から入手した相場価格の利用、まあファンドなんかではこれ出てもおかしくないかなと思います。取引相手の金融機関、ブローカー、情報ベンダーと第三者からですね、入手した相場価格が会計基準に従って算定されているものであれば、それを時価の算定に用いることもできますよと。はい、でまあ一応相場価格が前提ですかね、これはね、相場価格が前提、第三者から入手したようなものであってもですね、ちゃんと会計基準に従って算定されたようなものは、時価の算定に用いることができると。はい、で最後は項目ですね、負債または払い込み資本を増加させる金融商品の時価ということで、負債または払い込み資本を増加させる金融商品、例えば企業結合の対価として発行される株式、こういったものは時価の算定日に市場参加者に移転されるものと仮定して時価を算定するよと。まあこれも細かいですから、まあここなんかも一読しておいていただければと思います。はい、まあ、これはその他というのは注意点みたいなものですね、注意点みたいなものですので、うん、まあそっかっていうくらいでいいかなと、ね、まあおまけです。まあ担当式試験にですね、本格的に、ね、試験範囲が、ね、加わりで、まあ一発目の、ね、試験ですね、5月の試験で、まあ従来のね会計基準なんかを見ていると、まあ、ちょっと収益認識は別ですけれども、今まで新しくね試験範囲に加わった、会計基準1回目の試験で出てる内容って結構基本的な問題なんですよ、ね、はい、だからまあこれがね時価開示の会計基準がですね、本格適用されて5年経っていますよっていう状況であれば、もう少し細かいところまで見ていく必要があるかもしれませんが、ね、まあ1回目ですから、まあこれぐらいの対策でいいかなというところと、あとはですね5ページここは試験上すごく重要です。はい、まあ、一番初めに一つだけ見ていきましたけれども、従来の、ね、会計書類との相違ということで、まあ、従来適用されていた会計書類いくつかですね適用されなくなったので、それに関して見ていきますね、はい、まあ、さっきの話ですね、前半の、まあ、今も前半ですけれども初めので見ていた通り、その他有価証券ですね、その他有価証券は期末前1ヶ月間の平均に基づいて算定された価格をその他有価証券の決算時の時価につけることができたんですけれども、まあ、時価っていうのがこの算定日における価格というふうに定義づけられたので、その1ヶ月の平均価格っていうものが使えない、だからこれ廃止なんですね。でそれに伴ってもう同じですよ、外貨建てのその他有価証券、これ決算日の時価としてこの期末前の1ヶ月の平均に基づいて算定価格を用いる場合、つまりこの上のね上の容認規定を採用している場合に、外貨で換算レートとして期末前1ヶ月間の平均相場で換算するということだったんですね。そもそもの、決算日の時価をですね、決算日前1ヶ月の平均に基づいて算定された価格で時価をですね用いてた場合は、それに換算するレートも、まあ、1ヶ月間の平均相場を使うわけですけれども、結局ね期末前の1ヶ月間の平均相場、平均に基づいて算定された価格っていうものを時価につけることができなくなっちゃったので、まあ、それに伴ってですねこの1ヶ月前の平均相場を使うってことも当然できないわけですよね。まあ、ここは連動してると思ってください、同じですね、はい、でだってですねその他有価証券の減損を行うか否かの判断は期末前1ヶ月間の平均に基づいて算定された価格を使うことができます。これはですねちょっと注意ですね、従来の処理を継続しているというところなのでちょっとここは注意をしてください。これは今もなおですね使うことができます、減損を行うか否かの判断ですね、これも使うことができるので、ここ注意ですね。はい、あと
とはですね、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券っていう表現が以前はあったんですけれども、この時価の会計基準では入手できる最良の情報を基礎として時価をですね、何らかの形で算定していくわけですよね。観察できなくたって時価を算定するわけですね。レベル3でこれですね、観察できなくたってレベル3の素材を入れて時価入れるわけですよ。時価算定するわけですよね。市場参加者の過程を反映した、レベル3のですね、観察不能過程を、鍋に突っ込んでですね、時価入れるわけですよ。時価作るわけですよ。はい。なのでこの時価を把握することが極めて困難であるという有価証券はもうそもそも想定されないんですね。想定されないと。はい。なのでそれに伴って、以前ですね、時価を把握することが極めて困難と認める有価証券、社債その他の債券の BS 価格は取得原価から償却、取得原価または償却原価から貸引を引いたような金額であり、そして社債その他の債券以外の有価証券は取得原価評価だったんですね。でもこれ今はですね、こちらですね、原則全ての有価証券の BS 価格は時価になります。ただ市場価格のない株式は従来通り取得原価です。ここはね、従来通りですですか。市場価格のない株式と、これはね、市場において取引されていない株式や出資金なんかですね、これは従来通り取得原価でも、それ以外は基本的に有価証券の BS 価格は時価になると。時価がよくわからないって従来言われてたものですよ。当然その子会社株式とかは違いますからね。子会社株式とかは取得原価評価ですけれども、基本的にこの、時価が分かりづらかったようなものですよ、従来であれば時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券というふうにですね、考えられていたものの中でっていう話なんだね。はい。なので子会社株式や関連会社株式は別に時価評価しませんよ。はい。そこはちょっと注意をしてください。あと満期保有目的債券だって時価評価しませんからね。時価をですね、従来だったら把握することが極めて困難と認められた有価証券の今の取り扱いですね。なので市場において取引されてない株式や出資金については従来通り取得原価ですけれども、この債券ですかね、債券の社債その他の債券、こういったものは、もう無理やり時価をつけていくということになるわけですね。はい。ここの取り扱いは注意をしてください。ということで、5ページの取り扱いの部分であったりだとか、あとはですね、さっき言った通り1ページの用語の定義とかですね、あとは時価の定義とか、そのあたりの定義なんかはね、結構初回受験ってごめんなさいね、これは時価算定基準の立場に立ってしまったんですね。時価算定基準が初回ね、初めて試験範囲に入る、という段階で、出てきやすいかなと思います。過去の試験傾向を見ていると、ね、はい。で、あまり細かいところまでやってもですね、費用対効果悪いですから、まずね、このぐらいでいいので、結構ですね、むしろやりすぎかなって思うぐらいにやっているんで、特に4ページのその他の話なんかね、4ページなんかはもう気にしなくてもいいですからね、余裕ある方はですね、読んでいただければと思いますけれども、ね、そんなに重要性がね、高いものではありませんので、とにかく用語の定義あたりをね、中心に見ていただければそれでいいかなというところです。はい。それでですね、時価算定基準はこれぐらいにしておき、次のですね、ところに入っていきます。あと2つはもう一瞬です。次はですね、会計上の見積もりの開示に関する会計基準ということで、これもですね、一つ新しく会計基準が作られました。で、この21年度から本格的に試験範囲に入ったわけですけれども、見積もりの開示に関する会計基準ですね。はい。見ていきましょう。で、この見積もりの開示をですね、新しく会計基準化したわけですけれども、そのね、趣旨としては、これですね、翌年度の財務諸表に影響を及ぼす可能性があるような項目ですね、これをですね、もう少しですね、ちゃんと開示していきましょうと。ですか？なんで、見積もり自体をですね、従来だってですね、こう開示していたわけですよね。どういう見積もりをしたのかっていうところですね、開示したわけですけれども、その翌年度の財務諸表に影響を及ぼす可能性が高い項目の開示っていうのは、取扱い企業間ごとによってまちまちなんですよね。そうすると企業間の比較可能性が確保できませんということで、会計上のこの見積もりの開示っていう新しい会計基準により、
翌年度の財務指標に及ぼす影響を、ね、ちゃんと開示していきましょうっていう、まあ、包括的なルールを定めたんですね。今まではその見積もりに対して翌年度どういう影響が出てくるのかっていう開示で、特に包括的なルールがなかったので、個々の会計基準のもと個々の企業がそれぞれの判断で開示をしていたりしたわけですよ、ね、でもそれだとやっぱり情報の有用性の観点からですね、まあ、あまり望ましくないということで、まあ、その見積もりによるもののうち翌年度の財務省に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積もり内容について財務省利用者の理解に資する情報を開示することを目的と。はい、なんで見積もりが翌年度の財務諸表に及ぼす影響に関するルールを包括的に定めた。今までは企業ごと個々に委ねていたものをちゃんとルール化したんですね。ですか、見積もりが翌年度の財務諸表に及ぼす影響ですよ。翌年度の財務諸表に及ぼす影響、これです。はい、翌年度の財務諸表、翌年度の財務諸表に及ぼす影響ですね。これをルール化したんだと。はい、で、まあ一つですね、有利な場合も不利な場合もですね、両方とも含まれると思ってください。このリスクっていうのは、はい、翌年度に財務諸表にですね及ぼす影響ですね、翌年度の財務諸表に及ぼす影響、同期じゃないですよ、翌年度の財務諸表に及ぼす影響、これに関するですね、企業ごとにまちまちだったですね取り扱いを包括的な基準でルール化したと。はい、ではどういった項目を識別していかなければいけないかっていうと、まあ、しつこいようですけれども、これですね、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していきます。ただ識別する項目は当年度の財務諸表に計上した資産負債です。いいですか、影響を及ぼすそのタイミングというのは翌年度なんだけれども、ただその識別される項目自体は当年度の財務諸表に計上したものですから、まあ、そもそも翌年度の財務諸表作ってないわけですから ね、あ、識別する項目は当年度の財務諸表に計上した資産負債、ね、この中から翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別して中期していきましょうということです。はい、で翌年度の財務省に与える影響を検討するにあたっては、影響の金額的大きさやその発生可能性を総合的に勘案して決めていくと、まあ、確率的なルールではここもないんですね。総合的に勘案して判断すると。はい、で、まあ、その下ですね、項目の識別自体は判断のための詳細な基準は示しません、まあ、やはり企業ごとによって状況がまちまちなので確率的な判断基準というものは定めていないんですね。どういう時にどういう項目を開示するのかということは、それは、ね、企業の判断に、求めることがむしろ適切だというふうに考えられているんですね。全ての状況をですね、こう想定してルール化するのはなかなか難しいわけですから、ね、なので項目の識別それ自体について判断のための詳細な基準は示さないけれども、ね、ただ翌事業年度以降じゃなくて、ごめんなさい、翌事業年度ですね、翌期の財務省に影響を及ぼすリスクがあればそれは識別していかなければいけないと。はい、でここも一つポイントですかね、当年度の財務省に計上した金額に重要性があるものに着目して開示する項目を識別するのではないと。ここなんかはちょっと担当出やすそうですね。ですか、当年度の財務省に計上した金額に重要性があるものに着目して開示する項目を識別するのではなくですね、なくですか、別に当年度の財務省に計上した金額の重要性ってのは関係ないんですよ。翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものに着目して開示する項目を識別すると。か、当年度の財務省に計上した金額が会計上の見積もりによるもののうち、なんで、当年度の財務諸表に計上したその当年度の財務諸表の金額の重要性に着目するんじゃないんですよ。やっぱり翌年度なんですね、翌年度、そこを見てるんだと。なので一つ例、書きました。固定資産について減損損失の認識は行わない場合でも、それが翌年度の財務省に重要な影響を及ぼすリスクがあれば、それはですね、固定資産自体開示する項目として識別する可能性がありますよと。だから当期はですね、別に重要じゃないから減損損失の認識なんか行わない、でも翌年度の財務省に重要な影響を及ぼすかどうかっていうところを考えて、当期の財務省に減損損失が認識されていなくても、まあ、それに関するですね、リスクに重要性があればですね、識別し、それを開示していくっていうことになるわけですよ。はい、なのでここはね、翌年度の財務省というところが、ね、一つポイントになります。当期の財務省に計上した金額の重要性云々というのは関係がないですよということなんで、これ非常に担当に出やすそうですよね。はい、あとはですね、3つ目、直近の市場価格により時価評価する資産及び負債の市場価格の変動は項目を識別する際に考慮しないと。市場価格の変動ですね、これは
項目識別する際に考慮しないというわけですけれども、まあ、特にこの、ね、直近の市場価格により時価評価する資産の際の市場価格の変動って、まあ、ここですね、見積もりに気にしないですからね、別にこれっていうのは、ね、会計上の見積もりに気にしないと。会計上の見積もりに気にしないですからね。一応見積もりの定義囲ってないですけれども、囲いましょうかね、まあ、これ見積もりの開示の話なんでね、はい、まあ、見積もりのに起因しないわけですけれども、これですね、会計上の見積もりとは資産負債収益費用等の額に不確実性がある場合に財務省作成時に入手可能な情報に基づいてその合理的な金額を算出することですけれども、まあ、その市場価格の変動自体は見積もりにですね起因しないということなので、まあ、それはね特にそのリスクある項目を識別するときにはですね、考慮していかないということですね。はい、で、ちょっと注意点としましては左下の吹き出し見てください。まあどっちなんだっていう話でもあるんですけども、なお翌年度の財務省に重要な影響を及ぼすリスクがある場合には当年度の財務省に計上した収益及び費用並びに会計上の見積もりの結果最後ですね、当年度の財務省に計上しないこととした負債を識別することを妨げないということで、はい、当年度の財務省に計上しない負債をリスク項目として識別するということができるということですね。とにかく翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあればその当年度の財務諸表に計上しないような負債、ね、要は見積もりの結果ね、当年度の財務省には計上しないようなものがあったとしても、それをですねリスクとして識別するっていうことも全然認められますよと、まあ、妨げないということで認められますよということですね。はい、だから、まあ、基本的には当年度の財務省に計上した資産負債っていうものが原則ね識別されるわけですけれども絶対とは言えないということですよね。当年度の財務省に計上しないこととした負債だって識別されることがあるわけですよ。ベースはねここですよ、ベースは当年度の財務省に計上したものですけれども、まあ、例外もあるということですよね。はい、まあ、このあたりね、識別に関して注意です。で、まあ、中期事項もこれ見ておいてください。実際の中期ですね、まあ、見積もりの内容を表す項目名、要は識別した項目っていうのは翌年度の財務省に重要な影響を及ぼすようなリスクが識別されたんだと思ってくださいね。で、それについて見積もりの内容を表す項目名であったりだとか当年度の財務省に計上したような金額であったりですね、財務省利用者の理解に資するその他の情報なんかを、まあ、見積もりについてですね、見積もり内容について財務省利用者の理解に資するその他の情報なんかを注記していきましょうということなんで、まあ、このあたりを、ね、簡単に知っていただければと思います。でこの合コンっていうのはリスクを識別したらそのリスクの話ですね。そのリスクが識別され翌年度の財務省に重要な影響を及ぼすリスクが識別されて、まあ、それをどうするんだ中期するんだっていう話がですね、この6、7、8項に書いてあると思ってください。はい、まあ一応ね、中期もマーク入れたところは押さえておくといいかなと思います。はい、それでは最後ね、いきましょう。前半最後はですね、会計上の変更と誤謬の訂正の会計基準の名称がですね、これ変わりましたと。こうなったんですね。従来は会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準だったんですけれども、今ですね、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準に名称が変わりましたと。で、なんで変わったのかというところですね。これを見ていきます。まあ、基準の中身が変わったとかっていうわけじゃないんですね。まあ、ちょっとですね、プラスアルファで配慮していく必要がありますよっていう事項が出てきたんです。はい、これはですね、まあ、目的のところで、まあ、普通に、ね、重要な会計方針の開示の中期はそれはね大事でしょうと、ね、減価償却方法何にしたのとかね、有価証券を時価で評価してるのとかね、使途減価で評価してるのとか、まあ、全部純資産直入を使ってるのとかね、部分純資産直入を使ってるのとかね、田中さんのですね、評価損洗い替えなのか切り離したのかとかですね、まあ、そういったですね会計方針、どの会計方針を使って財務省を作っているのかっていう情報は非常に重要性が高いわけですよ。でそれはまあ開示していかなければいけないっていうのは従来からもそうだったんですね。でそれに関してはもう重要な会計方針の中期っていうことで、まあ、従来はですね、この企業会計原則なんかに書いてあったものがですねはっきりとここで明記されているんですね。でこれはねちょっと一応
押さえた方がいいかなと思います。重要な会計方針の中期ですね、この、まあ、基準の改定に伴ってですね、こちらの、まあ、会計方針の開示、会議順の変更及び誤備の訂正に関する会計基準で列挙されるようになりましたと。別に従来の取り扱い変わってるわけじゃないんですよ、ね、従来の取り扱いが変わってるわけじゃなく、その企業会計原則で書かれているものが変わってるというわけではないんですね。はい、でここも担当注意ですかね。会計基準の定めが明らかであり、代替的な会計処理の原則及び手続きが認められていない場合に、この中期を省略することができるということで、複数の会計処理方法の選択適用が存在するときに、どっち使ったかっていうことを中期しなさいっていうことですからね。 A 法と B 法、まあ、定額法、定率法、ね、給数法、生産高、比例法、ね、どれ使ったんですか、それ書いてねっていうことなんですよ、ね、でそもそもとある方法しか使えないんだったら、ね、もうその方法に関して中期する必要はないわけですね。子会社株式ね、個別上はですね主導権が評価ですよね、だからそこに関して子会社株式は我が社はですね、主導権が評価していますと、書く必要ないわけですよ、ね、はい、選択が認められていないものについては中期は省略することができますよと、はい、でこれは別に従来の取り扱いと変わらないんですけれども、この会計方針の開示という項目を追加した、ことと並行してこうですね、関連する会計基準の定めが明らかじゃない場合にどうするのかっていうことをですね、一つ中期していきましょうという、ルールが加わりました。はい、今どの会計基準を適用して、していったらいいのかっていうことが明らかじゃないとき、ね、例えばですね、まあ、今まではですねそういう取引が行われなかったんだけれども、最近ですねこう新しい取引がですね頻繁に行われるようになり、その、ね状況に会計基準がついていっていないような状況、ね、会計基準に定められていないような、状況が生じて、それがね取引として行われるようになりましたと、新たな経済事情がですね、生じて、ね、だから従来なんか例えば仮想通貨なんかなかったわけですよね。なので仮想通貨っていうものがですね、取引行われていてもどの会計基準を適用すればいいのか明らかじゃなかったと。で、まあ、今も仮想通貨のですね基準できましたけどもね、まあ、今というかもうだいぶ前にできたんですけども、まあ、このようにですね新たな経済事象が生じたときにどの会計基準を使ったらいいのかっていうのがわからないわけですよ。で、現状はそれに関するルールがなかったんですね。この会計基準がですねできるまでは、要はこの会計方針の開示っていうものをですね追加する前までは、新たなですね事象が生じたときにどの会計基準を使ったらいいのかわからなかった。その時は、結局どうしたらいいのかっていうのはよく分かんなかったんですね。ルール化されてなかったわけですよ、はい、ただこれの、まあ、このね会計基準の改定に伴って関連する会計基準の定めが明らかじゃない場合にどうすればいいのかっていうことが明らかになりましたと。ただですねこれはですね大事なところここですよ。これも担当に注意してください。まあ、従来の考え方を変更するものじゃないんですよと。だからこれまでの考え方がこう一新されて刷新されて新しくですねルール付けられたというわけではありません。基本的には今までの考え方と同じです。まあ、その発想の中で関連する会計基準の定めが明らかじゃないときにどうすればいいのかということを中期するようになっただけですね、はい、でその中期事項がまあ次のページ9ページですね。未適用の会計基準に関する中期、はい、すでに公表されているものの未だ適用されていない新しい会計基準がある場合は次の、ね、事項を中期するということで、まあ、新しい会計基準の名称とか概要とか、ね、適用予定日とか、あと新しい会計基準の適用による影響ですね、まあ、そういったものをですね中期していきましょうということです、はい。まあ、こういうルールが今までなかったんですよね、はい、っていうだけで、まあ、当然ね、そういうことを中期すればですね重要性、ごめんなさい、情報の有用性が高まりますから、ね、そうですね、関連する会計基準の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則手続きの開示上の取り扱いを明らかにして財務処理者が財務省を理解する上で不可欠な情報が提供されるようにすることは有用と、はい、であとね関連する会計基準の定めが明らかでない場合っていうのは特定の会計事象等に対して適用し得る具体的な会計基準の定めが存在しない場合を言うと、はい、まあ、その時にどうするのかっていうね取り扱いを定めたっていうだけですね、はい。はい、まあ、以上ですね、まあ、ここはまあ中期の中でもまあどちらかというとね、
まあ、今一度この重要な会計方針の中期というのがこの会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の中に明記されたので、まあ、企業会計原則からですね移ってきたようなものですね。なので今一度ねここに関しては、7つですね、まあ、整合の判断がつけられるレベルでいいので押さえていくといいかなと思います。はい、あとはね、まあ、この中期の部分、中期じゃなくて注意書きの部分ですね、大体的な会計処理の原則及び手続きが認められていない場合は中期省略することができますよっていうところもね、通電を押さえていくといいでしょう。はい、ということで、前半は時価算定の会計基準、会計上のですね見積もりの開示に関する基準と、あとはね従来の会計上の変更誤謬の訂正の会計基準が、まあ、ちょっと改定されましたよっていうところについてですね触れていきました。まあ、この前半部分はね、5月担当受験生、8月論文受験生、おそらくですね、全ての講座をですね受講された方はですね、まあ、見てくれたんじゃないのかなと思います。で、まあ、メインは担当論点ですから、まあ、論文生はあまりこう論文で出るようなものはないのかなというところで、まあ、ちょっと趣旨なんかをね、論文生は確認をしていただければいいのかなと思います。はい、でまた必要があれば論文生は当連解説なんかの中でですね少し、まあ、それに関してお話をさせていただきますんで、まあ、ひょっとしたら当連で出すこともゼロではないかもしれませんけれども、まあ、今のところですねそんなに論文に関しては、特別な対策はいらないのかなと、まあ、レジュメの趣旨のところね中心に見ていただければと思います。担当生は細かいところいっぱいあったのでですねこれはねしっかりと押さえて整合判断つけられるレベルまで高めていくようにしてください。はい、それでは前半はですね以上となりまして、後半はですね、コロッと変わって伝統的な収益認識に関して見ていきたいと思います。はい、それでは前半以上になります。お疲れ様でした。はい、それではね後半講義始めていきます。後半はですね前半と打って変わって、まあ収益認識に関するですねこれは伝統的な論点を見ていきます。まあ伝統論ですね。で、まあ、現行上はですね21年度から新しい収益認識基準がですね適用されますので、まあ、今からお話しする伝統的なね、お話、まあ、処理っていうものが、まあ、実際はですね行われなくはなるわけですけれども、ただですね試験範囲の中に、まあ、こういった伝統的な論点がですね、示されておりました。まあ、今日今から見ていく現金主義であったりだとかですね発生主義であったりだとかあと実現主義ですね、まあ、そういったものがですね試験範囲に示されておりましたので、まあ、一応対策としてはですね立てていきたいと思います。で、まあ、1回目後半のですねこの伝統的な収益認識に関しては、まあ以前ねもうレギュラー講義の中で扱っている内容ではありますので、レギュラー講義の中でですね扱っていてその講義を聞いたことがあるという方は内容としては同じになりますので、まあ、この後半講義を聞く必要はないかなと思います。で、21年の5月向けのですね、上級講座を聞かれた方はですね、レギュラー講義のその上級講座の中では一応伝統的なですね収益認識どういう扱いになるのかですね不明確な部分があったので、そこからは外しておりますので、まあ、21年5月向けの上級講座をですね聞かれた方はですね、まあ、この後半部分もですね一応保険という意味合いで聞いていただければと思います。まあ、まさにそのですね5月を目指されている方とあともともとねその12月の試験を、前提としてまあ、21年11月の、ね、試験ですね、令和3年がまだ2回って考えていた頃のですね講座の幻の12月目標を受けられていた方もですね、上級講座の中でこの伝統的な収益認識ですね、扱っていなかったので、まあ、その、ね、講座を受けられていた方はですね聞いていただければと思いますが、おそらく3倍速なんかの、ね、講義を聞かれておりまして、まあ、一度担当を受けたことがありますよという方は、まあ、レギュラー講義の中でですね、まあ、こういった伝統的なお話をしておりますので、まあ、その方はですね聞く必要はないかなと思います。はい、で、まあ、2回目の方でですね、まあ、まさにこの21年度からですね適用されるまあ、新しい収益認識に関する会計基準を、2回目お話しさせていただきますので、まあ、ちょっとねそことの比較というところになってくるかと思います。はい、まあ、時間はそんなかかりませんね。まあ、重要性もそこまで高くないかなとは考えておりますが、伝統的な、収益認識始めていきましょう。はい、それではですね伝統的な収益認識の、レジュメの1ページ目、見てください。こちらですね現金主義会計と発生主義会計ということで、まあ、我が国はですね、まあ、さらにですね昔こう現金主義会計といって、まあ、お金がね出ていた時には費用だよと、でお金入ってきた時には収益ですよというですねその現金の収入支出という事実に基づいて、収益をですね、費用を計上していたという時代がありました。これを現金主義会計と、呼んでいきます。現金主義会計ですね。はい、まさにここですね現金の収入があった時点で、収益が認識され、現金の支出があった時点で費用が認識されると。はい、ただですね、まあ、この現金主義っていうのは限界があったんですね。限界が訪れたので、まあ、採用されなくなったというとですねところはあるんですけれども、まあ、どういうね限界なのかというと、
これは収益面と費用面とですね、まあ2つの限界があると考えられます。はい。で、収益面ですね、まあこれはですね、時代の変化に伴ってですね、経済社会がまあ発達してきたわけですよ。そうするとですね、以前は現金取引中心だった世の中が、信用取引中心に、移り変わってきたと。まあ、以前はね、こうお金のやり取りをですね、その時に、その時その時でやっていたわけですね。取引をした時にですね、お金のやり取り。まあ今だってですね、まあやるわけですけれども、まあ今もですね、こうキャッシュレスの波がですね、かなりですね、こう普及してきておりですね、まあお財布の中に現金入ってるんだけれども、全然使ってないよっていう人もですね、中にはいると思うんですよね。まあそれがね、まあ昔も同様で、まあ昔はその現金をね、本当に、ね、実際使って取引していたんですけれども、やっぱりその商取引の中で掛け取引とかがですね、増えてきて、まあその場で現金のですね、受け払いをするっていうことが少なくなってきたと。で、それがまあね、今個人にも、その波がやってきてるというところですかね。はい。商取引というのはですね、現金取引から信用取引中心、このようにですね、移り変わってきましたよと。はい。なので商品を販売するタイミングと代金を回収するタイミングっていうのが異なるということになりました。まあ以前はね、本当に商品を渡した時にお金を受け取る、ね、このね、本当にそのレジでですね、商品をもらってお金を渡すっていう取引をしていたのと同じようにですね、まあ会社の取引、信用、商取引もですね、それがまあ中心だったんですけれども、まあ今日もですね、会社の取引、商取引はですね、お金のやり取りその場でするってことはほとんどなくて、まあ後日精算であったりだとかですね、という形で、まあ、お金のやり取りがその場で行われないというところになります。はい。ということはですね、代金を、ね、回収するっていうお金、取引ですね、代金を回収するっていう、取引がメインか、それとも商品を引き渡す取引がメインかって考えた時に、まあ会社はですね、契約結んで商品さえ引き渡せば、あと代金の回収っていうのは、まあ時間の、ね、問題で、後日ですね、まあ、ほぼ確実にやってくるというふうに考えることができるので、ね、まあ、企業の活動として何が重要かって言ったら、契約結んで商品を引き渡すっていう、そこが大事なんですよね。なので代金の回収っていうところに、主眼が置かれなくなってきました。はい。ですね、まあ、これら経済状況においては、代金回収っていうのは付随的な活動に過ぎないと、ね、で商品販売をですね、契約をですね、成立させて商品を引き渡すことが最も重要な活動と、考えられたわけですね。なのでもうその商品を引き渡すタイミングでやっぱり収益を認識すべきだと、ね、無関心委託ですね、引き渡すタイミングと現金をですね、受け取るタイミングが同じとはもう限らなくなってきたこの世の中で、何が重要かって、言えば、契約を成立させて商品を引き渡すってここが重要なんですね。代金の回収もそれ重要ですよ。最終的にはね、お金がもらわなかったらしょうがないわけですけれども、ただ商品をですね、引き渡す、まあ、契約成立させて引き渡せば、まあお金はほぼね、確実に入ってくるわけですよ。まあ貸し倒れのリスクはありますけれども、ただまあほぼ確実に入ってくるわけです。ね、なので、お金をもらったタイミングじゃなくて、契約を結んで引き渡したタイミングで収益を認識すべきだっていうふうにですね、考えられてきました。はい。そうですね。まあ現金主義によると、代金の回収時点で収益をね、計上していきますよって、なりますので、まあ業績把握ですね。適切な経営活動の成果の把握の観点からすると、まあ、あまり望ましくないようなですね、収益認識というふうに考えられてきたと。まあ、これが一つの限界ですね。まあ、これはもう世の中のですね、経済社会の発展にですね、伴って、現金取引から、信用取引中止になったっていうですね、そこがまあ一つ原因にはなっております。はい。まあ、大事なことはですね、代金の回収、まあ、それは当然大事なんですけど、大事なんですけれども、引き渡しをすればですね、契約成立させて商品を引き渡しさえすれば、まあ、お金の回収は後からですね、ついて回ってくるというところで、まあ、代金の回収時点ではなくてですね、企業のその目的である商品売買契約を成立させて引き渡すってですね、そこのタイミングで収益を認識すべき、ね、これこそが適切な経営活動の成果の把握の観点から合理的なので、まあ、代金回収によるですね、収益認識は不合理だというところです。はい。そして費用面でもですね、現金主義というのは限界を迎えます。はい。まあこれもですね、まあこの経済社会の規模がですね、大きくなったことにより、ね、棚卸資産の在庫が増えたりだとか、あと純粋に企業の固定資産ですね、固定資産の保有が増えてきたというのが原因なんですね。はい。まあ経済規模がですね、拡大し、企業の在庫であったりだとか、まあ純粋な固定資産ですね、これらが増加したと。はい。まあ、本当にね、まあ、従来、ね、まあ、戦前とかですよね、物がそんなにですね、世の中に、溢れているような時代ではなかったわけですよね。
なので例えば、まあ商品製品であればですね、作れば売れるという時代だったわけですよ。だから倉庫の中にですね、一定の在庫を残しておき、お客さんがですね、突発的にですね、注文してきた時に備えるなんていうですね、ことはあまりなかったんですよね。でも今はですね、別に物を作ればそのままイコール売れるっていうような世の中ではありません。むしろですね、全然売れませんみたいなこともあるわけですよ。まあ物がですね、もう本当にですね、世の中にですね、溢れ返っているわけなんで、物が作られても売れるわけではないですし、企業側からしてもですね、お客さんからの突発的な注文なんかに備えて、恒常的な在庫を常に用意しておくっていう世の中になっております。はい。で、固定資産もですね、もうやはりですね、多いわけですよ、昔に比べて。まあ物が多い時代ですから。それね、窓の外を見渡せば、まあビルが多いっていう、もう純粋にビルだってね、建物で固定資産なわけですから、まあそれで固定資産が多い状況で。従来であればね、そういうのがですね、あまり多くなかったので、例えばですね、商品仕入れてきたらですね、お金払って仕入れてきたら、それで費用にしていけばよかったんですよ。結局在庫がないんですからね。仕入れてきたら、基本売れるって考えていけば、在庫がなくてね、仕入れてきたら売れるって考えていけば、別にお金払った時に費用にしても別に問題ないわけですよね。残らないわけですから、基本的に。ね、はい。でも今そうではないわけですよ。基本的に残るんですよ。だからお金払って仕入れてきた時に、それを費用としてしまって、で、期末いっぱい残りましたよって言ったら、これおかしな会計になってしまいますよね。そこで現金払った時に費用を、ね、計上するっていう現金主義の費用認識、これはやはりですね限界があるねということで、費用面でも現金主義は限界を迎えます、ね、まあ田之さん、これは販売した時点で固定資産は、ね、使用する期間にわたり費用化すべきだと、まあ固定資産もそうですよね、まあ、従来は固定資産そもそもさらに多くなかったっていうんで、別に払った時にまあ費用化してもそこまでですね、大きく歪めなかったんですが、まあ今固定資産がですね、多く、そして金額もかなりですね、多額なものになります。まあそのビルとかで言えばですね、相当多額な金額ですからね。まあそういったものですね、じゃあ 100億のビル買ってきましたって言って100億払った時にですね、費用処理ってのはですね、これはやはり成績のね、把握観点、正しい業績を把握していきましょうという観点からすれば、合理的とは言えませんよね。その固定資産を使用する期間にわたり徐々に費用化していきますっていうことをですねしていきたいわけですよ、ね、まあ昔はね、そんなに規模も大きくなかったし、数も大きくなかったし、ね、そもそも固定資産の計上額が少なかったという点からですね、それをしてもそこまで大きな問題にはならなかったんですけれども、まあ今ねさすがにそれをしたら、大きな問題になってしまうということで、まあこれも現金主義限界を迎えるわけですよね。はい。現金主義による仕入れや固定資産の購入ですね、これを支払い時点で費用計上することは、経営活動の適切な把握という観点からやはり合理的ではありませんよということで、まあ現金主義もですね、収益面費用面として、欠点が、ね、こう浮き彫りになってきましたと。じゃあそこで、まあ限界を迎えたのでどうしましょうということで発生主義会計というですね会計に移り変わってきたというのが括弧の2番です。はい。まあ、発生主義というのはですね、経済的価値増加または減少という事実に基づいて、成果をね、把握していきましょう。ごめんなさい。収益費用を認識していきましょうというところの会計になります。はい。発生主義会計ですね。経済価値の増加、経済価値の減少の事実があった時点で、収益費用を認識していくというですね、そういう会計、これが発生主義会計になります。はい。で、まあ、発生主義会計の考え方に従えば経済価値の増加の事実があった時点で収益を認識していきます。でちょっとねこの経済的価値増加の事実があった時点で収益が認識されるというのはですね、まあ、どういうですねイメージかとなかなかイメージ湧きづらいと思いますので、ちょっと板書していきます、ね、はい。経済的価値増加の事実があった時点で収益を認識すると、はい。これはね管理会計のまあ、製造業なんかですね、こうイメージするといいんですけども、ですか、製造業ですね、加工進捗度 0% から加工進捗度 100% までですね、こうつけていくとですね、製品作る過程で、まあ、徐々にですね、価値が増加していくわけですよね。はい。で、要はこの価値の増加に従って、まあ、収益も認識していきましょうというのが、この発生主義の収益認識になります。じゃあ例えばですね、製品を作ると。で、製品ですね、完成したら、まあ1000円で売れる製品だとしましょうかね。完成したら1000円で売れますよと。はい。で、じゃあこの時ですね、期末までの進捗度が 60% だったと。60% ですね。60%。
そしたら進捗度 60% だったら、ね、将来の売価の 60% つまり600件の売上を計上しちゃいましょうっていうですね考え方、これが発生主義の収益認識になります。期末の仕掛かり品加工進捗度 60% で、まあ、将来のですね、売価、まあ、完成したら1000円で売れるだろうなっていう売価の、6割部分の収益を認識しちゃうと、ね、ですか。まあ、この1000円ってのはこれ売価ですね、ですか。将来完成したらですね、1000円で売れるだろうというですね、その6割部分を、まあ、イメージそのもう棚卸さん、仕掛かり品の段階で認識してしまうと、ね、まあ、経済価値の増加のですね事実があったそのタイミングで、売上なんかを計上していくというですね、そういう収益認識の方法が発生主義になります。はい。で、まあ、企業活動というのは、まあ、製造業なんかをですね考えると製造するっていうこともですね活動なわけですよ。別に商品をですね販売する、製品を販売するっていうのだけが企業活動ではないんですよね。企業の全活動を通して考えていけば製造活動でもそういった収益が上がってるっていうふうに考えていく、ね、これが発生主義の考え方で、そう考えると、まあ、非常にこの企業活動の成果の把握の観点からは優れていると言われます。はい。まあ、収益面ですね、成果の把握の観点から優れていると、製品の生産過程における進捗度に応じて収益が認識されるということで、ちょっと成果の把握の観点から優れているっていうのです、という点は次のページにありますのでちょっと見ていきますかね。はい。この発生主義、こうですね、まあ、理論的には認識される収益は経営活動の成果に、把握に適していると、成果の把握に適しているということで、まあ、収益は経営活動の全過程において徐々に発生するものだというふうに考えていくわけですね。全過程において徐々に発生するものだというふうに考えていくと、ね、はい。そう考えるとその現金主義ではですね、あまり合理的な収益認識ができなかったところ、発生主義によればですね、こういった企業の全活動を通して収益がですね、発生しているっていうことをですね、まあ、PL がですね、如実に表してくれると、いうことで、まあ、現金主義の欠点は解消されるでしょうと。はい。で、費用の方もその経済的価値の減少の事実があった時点で認識していきますよと。なので例えば商品であれば、まあ、これはね現行制度上もそうなんですね。基本的に費用を認識するのはですね、売った時に売上原価、商品であれば売った時に売上原価だし、原価償却であればその使用してですね価値が減ったって考えられる時に家庭計算により原価償却費を計上するということで、まあ、費用の認識っていうのは今もやっているわけですね。経済的価値の減少の事実があった時点で認識していると。はい。まあ、収益のはですね、これやってないですね。さすがに進捗度 60% だからですね 60% 部分の収益認識しますよってことは僕でやってないですよね。なので収益のは特にやってないんだけども、ね、費用の方はですね、まあ、現在もこの発生主義の費用認識というものはですね行われていると考えていいでしょう。はい。と、まあ、このようにですね収益面費用面とですね、現金主義には限界があったんだけれども、まあ、発生主義はですねそれを克服できているというところになります。はい。ただですねこの発生主義の収益認識、経済的価値の増加の事実に応じて収益を認識するということはですね、まあ、これ新しい収益認識の基準がやってきたからじゃあそれをやめたっていうわけではなくて、そもそもですね、この発生主義での収益認識というものはしていないんですね。まあ、してるものもありますよ、ね、例えば利息なんかは発生主義です。あれ時間基準といって発生主義なんだけども、うん、ただ基本的には発生主義の収益認識してないんですね。それにはねやっぱ欠点があるんですよ。でその欠点をですねこの後ですねお話をさせていただきますけれども、その前に、ね、そもそもまあ、こういった、ね、利点とか欠点ということを今お話しさせていただきましたが、収益とか費用というものはどういった特質を備えていればそれがいいのかと、ね、要はですね、現金主義会計というのは今お話した通り企業活動の適切な経営成績の把握の観点からあまり合理的ではないと、言ったんですよね。で、それは収益が企業活動の適切なですね、経営成績の把握、ね、これを表しているようなものじゃなければいけないという前提があるわけですよ、ね、収益というものはね適切に、ね、企業の経営活動を把握できるような、ね、そういった、ね、成果を把握できるようなものじゃなければいけませんという前提がそもそもあると、はい。そこでその収益がどういった特質を備えていきたいのか、どういった特質を備えていなければいけないのかということに関してこれ1ページの下でですね見ていきたいと思います。はい。算定される期間利益が備えるべき特質、それを可能とする収益の特質ということで、ですか。まあ、収益っていうのは
費用とセットで利益を計算する元になるわけですよね。収益から費用を引いて利益を計算するわけですから、ということはですね、その利益がどういう特質を持っているのかというところから収益の備えるべき特質を考えていきます。はい、なのでまず収益の前段階として、その会計上利益っていうのはどういうですね性質を備えていかなければいけないのかっていうと、これは財務会計の目的の中の利害調整機能と情報提供機能から考えていきます、ね、はい、この利益が備えるべき特質ですね、これ利益ですよ、利益が備えるべき特質なんですけども、利益が備えるべき特質はですね2つあって、まあ、財務会計の機能としての利害調整機能からですね、分配可能な利益が必要ですよと、つまりこれは投下資本の回収余剰ですね、払ったお金に対してどれだけ上回って回収できたのかっていうその部分ですね、配当できるような、利益が必要だと。でこれは分配可能利益で利害調整機能ってありましたよね、財務会計の機能の中で。そこからの、まあ、要請っていうふうに考えていいでしょう。そしてもう一つは、財務会計の機能の中で情報提供機能というものがありました。投資家にとって有用な情報を提供していきましょうという機能、情報提供機能、ね、はい、その情報提供機能の観点からすると、やはりその業績を表示していく利益、これがですね必要だと、業績を表示していく利益が必要だと、ね、はい、つまり財務会計のですね目的、情報提供機能、利害調整機能から業績表示性を持った利益と分配可能性を持った利益を算定していきたいと。じゃあその業績表示性を持った利益と分配可能性を持った利益を算定するためにはどういう収益が必要なのかっていうところですね。利益っていうのは収益から費用を差し引いて計算していくわけですから、分配可能利益と業績表示利益を計算するためにどういう収益をですね計算していかなければいけないのかということで、3つの要件があります、まあ、要件というかですね3つの特質ですね、考えられるということで、まず1つ目、これがまあ今ですねまさに現金主義と発生主義のところの比較で問題になった、投資活動の成果ですね、投資の成果の適切な把握、これを算定できる収益じゃなければ業績表示利益が算定できませんよということで、ね、投資の成果の適切な把握、これが可能となる収益、これをまさにですね、認識していこうというのがまず一つあります、はい、そして分配可能利益からですね考えていくと、配当できるような利益じゃなければいけないので、その利益は客観的かつ確実なものでなければいけない、かつ資金的な裏付けもなければいけないということで、まあ2つですねさらに考えられると、特質としてですね、利害調整機能を果たすためには客観的な利益かつ確実な利益じゃなきゃいけない、ね、そうじゃなかったら配当できないと、そして資金的な裏付けもなければいけない、お金がなければ配当できないからというところなんで、収益としての、ね、特質、客観性確実性、資金的裏付け、そして、投資成果の適切な把握、まあ、この3つをですね満たしていなければいけないというふうになります、考えられますね、それは財務会計の機能から考えていくんですね。分配可能利益をですね算定すべき、要請をする利害調整機能、業績表示性を持った利益をですね算定すべきことを要請する、情報提供機能ですね、まあ、この機能2つからどういう収益が必要なのかということを考えていく必要があると、それがもう3つですね、客観性確実性、資金的裏付け、投資成果の適切な把握というところになるんですけれども、この表の下ですね、まあ、資金的裏付けが必要というですね、説明は、まあ、少しですね近年では批判されているという節があります。まあね、資金的裏付けということで、まあ、お金が実際に入ってきたとしてもですよ、そのお金が例えば配当するときまで企業内に留められている保証はどこにもないわけですよ、なので、まあ、資金的裏付けという要件は多少批判されつつあるというところは、一応ニュアンス的には温度感としては知っておくといいかなと思います。はい、まあ、いずれにしてもね、まあ、資金的裏付けを確保としてもですよ、まあ、これを確保としたとしても、まあ、客観性確実性を持った利益、そして投資成果の適切な把握の観点からですね、優れている収益ですね、すみません収益、これが必要なんだと。で、現金主義はそこに限界を迎えた。で、発生主義の方は活動成果の把握の観点からは非常に素晴らしいというわけですけれども、ただ、発生主義のですね収益認識、これ実際なされていないわけですよ。じゃあなんでかっていうと、発生主義はですね、活動成果の適切な把握の観点からは優れているんですけれども、他の2つの要件に関しては非常にですねデメリットが大きいんです。これが2ページです。はい、実現主義による収益認識ということで、まあ、2020年度まではですね、原則実現主義で収益を認識していました。まあ、これ今から見ていきますけれども、その前に発生主義の欠点を見ていきます。今お話した通り、発生主義はですね経営活動の適切な把握の観点からすると非常に優れているんですけれども、例えば客観性かつ確実性を備え持った収益を認識することができるかというと、これ厳しそうですよね。はい、下降進捗度 60% で 60% 部分、つまり倍価の 60% である600円の売り上げを計上するって、これはなかなかどうでしょうかね。
客観性かつ確実性、かつ確実性があるでしょうかというわけですけれども、まずこの1000円で売りますっていうのもね、製品ができたら1000円で売ろうかなって思ってるわけであって、対外的な活動で獲得できたようなお金ではないですよね。なので客観的な金額でもないですし、まだ製品だって作り途中なわけですよ。進捗度 60%、 この後子孫児になる可能性もあるわけですね。子孫児品になる可能性もあって、失敗作になる可能性もある。完成するとは限らない。でも完成したって売れるとは限らないわけですよ。なのでそこまでですね、結構ハードルあるわけですよね。にもかかわらず進捗度 60% で600円の売り上げを計上するっていうことを考えると、これはどう考えても客観性と確実性を備え持っているとは言えないですよね。はい、認識される収益は客観性確実性に乏しいし、ね、それはもう言わずもがなでお金入ってきてないですよね。作り途中のもので600円の売り上げを計上するんだけども、誰かさんお金くれますかって言ったらくれないですよね。はい、ですので認識される収益は資金的裏付けに乏しいということで、まあこのね、左側の3要件というか、まあ要件ってわけじゃないですけどね、備え持つべき特質の中で経営活動の適切な把握というのは非常に優れていると考えられますけれども、ただ客観性確実性や資金的裏付けの観点からはあまりにもとこデメリットが大きいと。なのでこの発生主義の収益認識というのは基本的にはなされていないんですね。なされていなかったと、ね、まあ、一部ね、例外的に、ね、時間基準とかといって、まあ、利息なんかの発生はですね、発生主義なんですけれども、ただ商品売買なんかは特に発生主義の収益認識というものはしていなかった、ね。はい、でそれに対して、まあ、まさに2020年度まで、まあ、この収録しているのはまだ2020年度なんですけれども、それまでは実現主義の収益認識、でも実現主義の時代終わってしまうんですけどね、なんかはね、悲しい気もするんですけれども、はい、この右側、実現主義の収益認識ということで、はい、実現の2要件、ね、まあ、これはね結構どうですか、私も入門の、ね、講座の中でも少しそういう話はしているんですけどもね、実現の2要件ということで、企業外部の第三者に対する財貨または益務の提供と、その対価として現金または現金投下物を受領した時、この、2要件を満たした時点で収益を認識する。これが実現主義になります。第三者に対して財貨または益務の提供、ね、まあ、商品を渡して、で対価としてお金もらえますよと。まあ、そのコンビニとかスーパーで言うんであれば、別にレジでですね、お店の人と取引をしているですね、そのタイミングで実現の2要件って満たすんですね。まあお客さんですね、私たちがその消費者、お客さんの立場からすればですね、商品を受け取ってお金を払う、ね、お店からすればそのタイミングで売り上げ、計上できるんですね。実現の2要件が、満たされるわけですよ。まあ、新しい基準でもですね、スーパーとかコンビニのレジ越しの取引を想定すれば、全く同じタイミングで売り上げを計上することになります、ね。新しい基準に関しては次回やりますけれども、ただもう僕でやってると思うんでですね、もう話しちゃいますけれども、結局新しい基準というのは履行義務を果たしたとき、履行義務が充足されたときに収益を認識するわけですよね。まあ、コンビニとかですね、スーパーのレジ越しの取引、お店からすればお客さんに商品を渡せばですね、これで履行義務充足ですから、そのタイミングで売り上げ計上できるわけですよね。で、まあ、単純なね、このスーパーとかコンビニをイメージしたレジ越しの取引は、実現主義の収益認識も、その新しい、ね、収益認識に関する会計基準の収益認識も同じタイミングで収益認識がされます、ね。はい、ね、まあ、結局実現の2要求を満たせば履行義務だって果たされるわけですよ。だからタイミングとしては同じというふうに考えちゃってください。まあ、このスーパーとかコンビニの、ね、単純な取引であれば、ね、はい、ね、もう一回2要求いきますよ。企業外部の第三者に対する財貨または益務の提供、その対価として現金または現金投下物の受領、この2要件を満たした時点で、収益を認識すると。なので、まあ、21年度の、ね、試験、まあ、どういう出され方をするかは、まあ、正直分かりませんけれども、まあ、21年度になってもですね、この実現の2要件を満たした、時点で、まあ、現行上収益認識することにしてますよみたいな選択肢であれば、これは×を入れてもいいかなと思います。はい、まあちょっとね、その伝統的な収益認識と新しいですね、収益認識のこの関係性っていうのは非常に難しいところではあるんですよね。なので、まあ、実現主義っていうものが一切認められないかって言ったら、それもですね、果たしてそうなのかなと私は思いますしね。まあ、もう少しですね、こう時間をですね、追って見ていないと、見てみないとね、時間かけて見ていかないと、まあ、その伝統的な収益認識と、新しいですね、収益認識の絡み、関係性っていうものは、まだ明確にはそんなにならないのかなと、ね、思います。はい、でこの実現の2要件を満たしたタイミングで収益認識をすると、まあ客観性確実性、OK で資金的裏付けも OK で成果の把握も OK なんですね。つまり全てについては問題がないんですよ、この3つですね。全てについては問題がないよと。
すべてについて問題なしと。ということが言えます。すべてについて問題なしということが言えます。この実現の要件、外部の第三者に対する財貨または役務の提供、そして対価としてお金をもらうわけですから、もう対外的に取引してるわけですよ。ということは客観的かつ確実ですよね。もう対外的に取引してるわけですから、もう客観性ありますよね。で、実際お金もらってるから確実ですよね。で、お金もらってるから資金的裏付けもありますよね。なので、客観性確実性と資金的裏付けの要件を満たすし、ね、企業の活動の中でもですね、最重要課題っていうのはお客さんとですね、契約を結んで商品を引き渡すっていうその部分になりますから、まあ企業の全活動を通じてっていうところは考えられないかもしれませんけれども、ただ最重要課題である商品をですね、引き渡すっていうタイミングで収益を認識するっていうですね、この実現主義の収益認識は、経営活動の適切な把握という観点からもですね、まあ優れているとは言えるでしょうとですね。販売時点という企業の経営の最重要目標の達成時点で収益を認識するわけですからね、目的として、まあ、それを果たした時の収益認識ですから、適切な、ね、経営活動の把握の観点からも優れています、はい。ということでですね、全てについて欠点がないんですね。で、これはですね、ちょっと3ページの上のところ、現金主義や発生主義の比較ですね、あと実現主義の比較の表があるので見てください。はい。まあ、現金主義ね、これまあ収益の方でいきますけれども、現金主義は経営活動の適切な把握の観点からは、まあ、いまいちですねよろしくなかったと、ただまあ客観性確実性であったりだとか資金的裏付けはこれはまあ抜群なんですよね。だってお金入ってきた時に収益認識するわけですから、ね、でそれに対して発生主義の方は、まあ、経営活動の適切な把握の観点から非常によろしいと、特にですねその企業の全活動っていうことを考えると製造活動からですね収益が発生するっていうのは、まあ、望ましい姿でもあると考えられるんですけれども、まあ、客観性確実性の観点からは、まあ、あまりにもですねちょっとデメリットが大きすぎるよと、はい。でそれに対して実現主義はですね、まあ、全てについて無難にですね欠点がないというですね、そういった収益認識の考え方になります。まあ、現金主義みたくですね、客観性確実性に二重丸がついたりだとか、発生主義のようにですね経営活動の適切な把握に二重丸がついたりだとかですねないんですけれども、ただまあ穴がないんですよね。穴がないと、ね、一元に秀でてはいないんだけれども穴がないと、ね、いうことで、はい。まあ、オールラウンダーなんですね。で、まあ、やっぱ欠点があるとなかなか使えないんですよね。欠点があるとなかなか使えないということで、まあ、プロ野球選手とかだったらですね、一芸秀でた選手ですね、ダイソーのスペシャリストとかですね、守備固めとかっていう一芸秀でた選手もですね非常に重宝されるし、まあ、監督のですね考え方によってはそういうですね秀でた選手をですね好んで使うようなですね監督もいますけれども、まあ、ちょっと会計はねそれは使えないと、欠点があるとですねなかなか使えないということで、まあ、オールラウンダーである実現主義がまあ使われてきたわけですよね。はい。まあ、この表はね、まあ、ちょっと参考までに見ていただければと思います、ね。で、まあ、そういった経緯でですね、まあ、2020年度までは収益認識としては実現主義がですね、使われていましたと。はい。で、まあ、これ従来のですね、発生主義会計の体系がですね、2ページの下にありますので、これ見てください。はい。発生主義会計の体系として、ただまあこれはですね、まあ、従来ね、使われていたような体系だと思ってください。まあ、特に収益にですね、収益が実現主義というところに関しては、まあ、もう現行上はですね、実現主義の収益認識ではありませんので、まあ、ここはまあ明らかに違うと。で、まあ、ちょっと見ていきますね。これ、原則として実現主義によって実現収益が認識されるすべてが基幹費用となるということで、まあ、基幹費用というのはこれ PL に計上される費用のことだと考えてください。はい。これは PL に計上される費用と。はい。なんで実現主義の実現の2要件を満たしたものがそのまま PL に計上されますよということだったんですね、従来は。はい。で、まあ、従来実現主義で収益認識はするんだけれども、費用は発生主義の認識なんですね。はい。なので、まあ、この発生主義会計っていうのは公儀の発生主義とも言われておりまして、収益に認識は実現主義、ただ費用は発生主義なんですね。そしてその収益と費用を結びつけるのが費用と収益の対応原則ですね。費用収益対応の原則という、まあ、この3本柱からですね考えられていたんですね。はい。
ただまあ実現主義による収益認識っていうのはまあそもそもなくなっちゃったというところですかね。21年度からはこの収益は実現主義じゃないと、はい、ただまあ費用なんかはですね、特にその認識が変わってるというわけではないので、まあ、費用の方は別にね、これ21年度になっても、まあ、こういった費用認識のですね、論理をたどるのではないかと考えられます。まあ、その辺は特にその新しい収益認識の基準っていうのはあくまでもその収益認識ですからね。だから費用の認識っていうものに関しては特に触れられていないんですよ。だからまあ費用はですね、従来通りということにはなると思うんですけれども、ただまあちょっとこの発生主義関係という枠組みではなくなってしまうのかなと。まあつまりこの収益が実現主義じゃないですからね。でこの辺の枠組みはいまだね、まだそのはっきりしていないというところで、まあ学者の先生なんかのね、本なんかをですね、こういろいろ見てみたいところはあるんですけれども、ただまだですね、こういった時代が移り変わってきていて、収益認識がですね出て、まだ時がですね浅いので、まあそういったですね研究がなされていないのかというところで、本がですね、特にあまり出されていないので、その関係性というところがですね、まあ、いまいちまだ不明確なんですね。はい。なので、まあ、とりあえず、まあ、費用の方は、ね、変わらないという前提でいいのかなとは思いますが、見ていきますね。費用の方はですね、発生主義で経済的価値が減った部分に関して発生費用が認識されるんだけれども、ポイントはこうなんですね。全てが基幹費用となるわけではないと。はい、いいですか。でこの基幹費用っていうのは PL に計上される費用です。はい、PL に計上される費用と。すべてが基幹費用になるわけじゃないってことなので、その、まあ、費用として発生するんだけれども、全部基幹費用にならないよと。つまり PL にいかないんですね。で、これはですね、どういう場面が想定されるかと。ちょっと3ページの下見てください。発生するんだけれども、PL に落とし込まれないってのはどういうことかと。でこれね、一般的には発生したものはそのままですね PL に行きます。一般的には発生したものが PL に行きます。でも理論的には発生したものがそのまま PL に行くっていうわけじゃなくて、その発生した費用である発生費用と PL に計上すべき基幹費用っていうのは別物なんですね。理論的には別物。でも一般的には発生したらそのまま費用化されるんだけれども別物で、この発生費用と基幹費用を明確に区別していかなければいけない、明確に区別されている部分、分かりやすくですねその相違が分かる部分っていうのは製造業なんですよ。これを考えてみてください。はい、ですか。理論的には発生費用ノットイコール基幹費用で、どういうケースでそのノットイコールっていうところが発動するかというと、まあ、よく目に見えるようになるのかというとですね、これ材料費、ね、製造業の材料費。材料費はですね、材料を使った段階で材料費になりますからね、発生費用。ですか。材料をですね、購入して、で、材料がですね、工場に投入されれば、基本的には使ったことになるんで、その段階で材料費なんですよね。使った段階で材料費。でも材料費がそのままですね、すべて PL に行くかって言ったらそうではないですよね。これは勘定連絡見ていただければと思いますけれども、材料の消費によって発生した材料費、これは仕掛かり品に入っていくわけですね。で、仕掛かり品として完成すればですね製品に入るんだけども、作り途中のままですね、期末を迎えた場合って、この発生した材料費が期末の棚卸さん、期末の仕掛かり品に入って、そのまま BS で過ごすっていうことがありますよね。材料費がですね、期末の仕掛かりに入りますよっていうことが、考えられ、そして仕掛かり品はですね、完成して無事ね製品ができたんだけども、製品になってもですね売れるとは限らないんですね。で売れれば売上原価になるんで、それ期間費用になりますが、売れ残ったらこれまた BS で待機していなければいけないわけですよ。なので材料費が期末のね製品にも含まれるということが起きてしまうわけですね。でそうすると材料費としては発生してるんだけれども、期末の仕掛かり品や期末の製品に含まれる可能性がありますので、これ費用にはならないわけですよね。とすると発生してるんだけれども期間費用にならないということで、発生費用と、期間費用は違うんだっていうことが、この例でよくわかると思います。でここまで来なければですね、この販売っていうところまで来ないと、発生した材料費が実際期間費用として PL に落とし込まれないんですよね。はい、そういった意味で発生費用と期間費用はやっぱり違うんですね。発生費用と期間費用は違う。ただ多くの場合は発生したらそのまま PL に行くんで、
そこまでね、こう意識をですね強く持たなくてもまあいいんですけど、でも理論的には違いますよっていうことと、あとは担当の理論を、実際にね突破していかなければいけないわけですから、その担当の理論っていうね、試験上の観点からすれば確実にこれは分けて考えなければいけないと思ってください。はい、それでは2ページ戻ります。まあ、全てが基幹費用になるわけではないと。じゃあどういうプロセスで基幹費用になるかっていうと、発生した費用のうち実現した収益に対応する部分だけが、まあ、この費用収益対応原則によって選び出されて基幹費用になりますよと。はい、いや収益に対応する部分だけが選び出されるんですね。で、まあここはね、実現収益に対応する部分とありますが、まあ、現行上はね、こう実現収益っていう言葉はもう使わないのかなというところですね。はい、ただまあここはもう伝統的な話だと思って、考えてください。なのでまあ実現収益っていうものも言葉は変えておりません。はい、ですか、費用はとりあえず発生したものがですね、あり、その発生したものの中から収益に対応するものだけが選び出されて、で抽出されて基幹費用になるんですね。 PL に行くんですね。なので発生したものイコール PL ではなくて、発生したものの中から選び出されてね、収益に対応するものが選び出されて、対応関係が気づけたものだけが PL に行くという流れになります。はい、ちなみにですね、収益の方はですね、発生したら基本的に全て基幹費用になります。なんでここの相違がね、従来はちょっと重要だったわけですね。はい、まあとりあえずその実現収益っていう言葉はまあね、もうね制度としては使われないっていうふうに考えちゃっていいかなと。はい、まあ、あくまでも、ね、今やってるのは基本的なその伝統的な、ね収益に関する考え方ですから、まあ、ちょっと制度と絡めてっていうのはなかなかね、特にこの移り変わった直後で取材はしづらいかなと思いますね。もうはっきりと収益認識の基準に関するものは収益認識の基準に関するですね、以下の記述からみたいなですね、そういう正し書きがあると思うんですね。収益認識に関する会計基準に関してみたいなね。で、伝統的なものであればもうその伝統的な収益認識に関してとかっていう話がですね、おそらく前提としてあると思いますから、伝統的な損益会計とかね、まあそれをねこう絡ませるような問題はですね、まあ正直出ないかなと思います。はい、なのでまあこれはね、今日やってるのは伝統的な話なんだということをですね、こう意識して、伝統的なことをやってるんだっていうふうに思ってください。はい、で、ここで見ていったのが費用と収益の対応というところですから、これを見ていきましょうか。3ページですね、費用収益対応の原則ということで、収益と費用をですね、なるべく対応させて、可能な限り対応させて、PL に落とし込んでいきましょうというのがこの費用収益対応の原則という原則になります。はい、まあ、この我が国の会計というのはですね、まさにこの費用と収益の対応というところですね、かなりこう重視して考えております。一会計機関の成果である収益にこれをですね獲得するための努力たる費用を対応させて、両者の差額を持ってですね、基幹損益計算をしていきましょうと。はい、これも適正な基幹損益計算ですね。新しい収益認識の基準になっても、この適正な基幹損益計算ということが全く排除されているというわけではないわけですね。新しい、ね、収益認識の基準というのは、どちらかというとその BS 指向のですね、収益認識ではあるんですけれども、ただやはり、ね、日本は適正な基幹損益計算というものを重視しますので、そこに関してじゃあ全くですね BS 重視のですね収益認識基準が導入されたから、じゃあ適正な基幹損益計算全く考えていないかといったら、そんなことはないのかなとは思います。はい、なんで適正な基幹損益計算で、収益と費用を対応させていきましょうと。はい、でこれはね伝統的な話だと思って、聞いていただきたいんですけれども、成果であるですね実現収益とその成果を獲得するための努力である発生主義による費用は因果関係があるというわけではないんですね。とりあえず収益は実現主義で収益認識ね、で費用は発生主義で費用認識するわけですよ、従来ね。でそうするとそこで認識された収益とそこで認識された費用が別に因果関係があるわけじゃないんですよ。だからそれをですね因果関係がある形に修正していくのが、費用収益対応の原則と、さっきの2ページのところですね。収益は実現主義で収益認識、費用は発生主義で、費用認識、費用認識するわけですけれども、ね、ここ因果関係取れてるとは限らないんですね。なので費用の方を発生した費用の中から収益獲得に貢献するものだけ、つまり、ね、因果関係があるものだけを抽出して選び出していくわけですね。
だからまあ収益の方は別にですね、何もしないんですよ。費用がやってくるのを待ってるわけですね。で、費用の方は選び出されるわけですよ。まあ因果関係がですね、必ずしもあるとは限らないんで、因果関係がある形に、まあ修正していくと。まあ収益は何もしない。費用の方は選び出されて収益に結びつけられていくようなイメージですね。はい。で、発生した費用の中から収益に対応する部分だけが選び出されると。ね、はい。これが費用収益対応の原則なので、まあ、費用と収益はですね、できる限りですね、可能な限り、まあ、同じね、PL に載せていきたいということですよね。はい。そして費用の認識基準ですね、ちょっとですね、飛んだんですが、上の4番見てください。まあ、費用の方は、まあ、さっきもですね、もう先にやっちゃいましたが、発生主義なんですね。経済価値が減少したときに費用を計上すると。で、収益っていうのはなぜ発生主義で認識しなかったかっていうと、これ欠点があってね、収益のは適切な活動成果の把握の観点からですね、適しているんだけれども、客観性確実性や資金手繰り付きに乏しいから、収益は発生主義では認識できないということでした。でも費用は発生主義で認識するわけですね。経済的価値の減少をしたときに、経済的価値が減少したときに費用を計上すると。で、費用の方はですね、先に経済的価値減少して、その後費用認識されるんですよ。つまり、例えば材料なんかであれば、先にね、材料を購入するときにお金払ってるわけですね。だから経済価値の減少が先行するんで、客観性確実性がもうあるんですね。はい、そうですね。一般に企業外部との第三者のとの取引が消費に先行すると、先にお金払ってるわけですよね。先にお金払ってるんで、客観性確実性満たすわけですね。その後価値が減るわけですよ。はい。なので客観性確実性による制約は受けませんよと。企業外部の第三者にお金払って経済価値の減少に先行して客観性確実性満たすわけですね。で、その後、まあ、材料なんかが使われて価値が減っていくと。はい。いうところですから、先にお金払ってるので客観性確実性を満たし、その後価値が減るんで客観性確実性に問題なしなんですね。はい。なので、発生主義の費用認識っていうものは特にですね、まあ、是正されずに、要は実現主義的な、ね、収益のように何かですね、変更をする必要なくそのまま使っているということになります。はい。ここまでですね、まあ、収益の認識に関するお話でした。で、まあ、伝統的な収益に関するお話ですね。まあ、認識面ではないんですが、測定面も見ていきます。4ページですね。収益用の測定の基準ということで、まあ、収益の認識って言ったら、これはいつっていう話なんですけれども、測定って言ったら、これはいくらっていう話なんですね。おいくらですかと。おいくらですかというですね、測定の話。はい。で、測定はですね、収支額基準といって、収入額支出額で、ね、これをベースに金額が決定されるんですね。金額が決定されると。はい。ですか。要は払ったお金のその金額っていうのが費用の金額の元になるし、もらった金額、その金額が収益の金額の元になるんですね。はい。まさに収入額と支出額を基礎に収益と費用の金額を決定するわけです。まあ当たり前なんですが、当たり前すぎてピンとこないんですよね、ここら辺っていうのは。で、この収入支出の額は現在将来過去、ね、全ての期間における収入支出を意味します、ね、ですか。つまり例えばですね、前払い費用ってありますよね。あれって昔お金払ったものが過去にですね、お金払ったものが今費用化されるようなものですよね。あれってのは過去の支出額の、金額っていうものがベースなり、過去の支出額がベースになって今の費用を決めているわけですよ。はい。逆に未払い費用っていうのはその逆で、ね、まだお金払ってないんだけれども費用がですね、先に計上されるわけですよね。あれってのは将来の費用が今ですね、費用計上されているわけです。ただ金額っていうのを面、測定値で言うと、その将来の費用の金額が測定値のベースになっているわけですね。はい。まあこのようにですね、過去現在将来における収入額支出額が収支額と
いうものになります。必ずしもですね、当期の、収支だけじゃなくて過去や将来の収支額っていうものを考えているわけですね。まあ家計売上なんかもそうですね。こう家計売上なんかもですね、将来の収入なんですよね、売掛金っていうのはね。将来の収入なんだけれども、その将来入ってくる金額っていうものをベースに今の売上を計上しているわけですよ。だって今入ってきたわけじゃないですよね。今入ってきたわけじゃないわけですよ。ちょっとこれ売掛金についてだけ番書入れていきますかね。1000円でですね、商品売りました。でも代金は賭けですよってことで、借り方売掛金1000円、貸し方売上1000円、はい。でこの時ですね、まあ履行義務が充足されたとしましょうか、まあ実現の要件満たされたとしましょうか、はい。そうすると収益はここで認識ですよね。で売掛金の方はですね、まだお金入ってきてないわけですけれども、これは将来の収入なんですね。将来の収入で、この売上1000円っていう金額は将来の収入である売掛金からやってきてるわけですね。こっからつけてるわけですよ、この1000円っていうのは、ね、将来の収入額をベースに今の売上の収益額っていうものが決定されてるんですね。将来の収入、これをベースに今の売上額が決定されていると、はい、ですか。まあ、このように収益や費用の大きさっていうものは収入額と支出額がベースに決められていると考えてください。これが収支額基準、はい。ただ発生主義っていうことを考えるとですね、収益が実現主義で費用が発生主義なので、この収益費用の認識時点と現金収支時点は異なるわけですよ。まあ、これは伝統的な観点からですよ。ですか？現行というよりもですね、まあ、実現主義の収益認識ではないわけですから、伝統的に考えていくと、まあ、収益は実現主義であり費用は発生主義だったから、まあ、この収益や費用の認識のタイミングと収支時点違うわけですね。つまり言ってみれば現金主義じゃないんですね。現金主義だったら収益費用の認識と収入支出のタイミングって絶対同じなんですけれどもね、現金主義じゃないからそれずれるのは当たり前ですよと、ね、現金主義ではないからそれずれるのは当たり前ですよっていうことですね、はい。まあね、現金主義だったら同じになると書いておきますね。現金主義であれば、ちょっとなんか字が崩れてしまいましたね、すみません。現金主義であれば、同じタイミングと、現金主義であれば同じタイミングでしたよと、はい。そしてですね、この収支額基準で収益費用を測定するので分配可能な利益が算定できるんですね。その収支額基準と分配可能利益の算定の関係をですね、下に、ちょっと図示したので見てください、はい。まあ、収益も費用も収入額支出額でそれぞれ測定されます。収入額支出額で測定されると、そうするとその収益と費用の差額で計算される利益は、ね、まさに収入と支出の額ですよね。収入と支出の額の差額ですよね。収入と支出の額の差額ですか。収益と費用が収入額と支出額にもついて測定されるんであれば、その差額で計算されるこの利益、この利益も収入と支出の差額で計算されます。収益と費用の差額っていうことは、収益と費用の差額っていうことは、これ収入と支出の差額ってことですよね。収入と支出の差額と。で、収入と支出の差額っていうことは分配可能な利益ですよね。
払ったお金に対してそれどれだけ上回って回収できたのかっていう部分でお金が残るわけですから分配できるわけですよ。分配可能になるわけですね。はい。でこれがね、まあ俗にこの投下資本の回収余剰と、言われるものになります。投下資本の回収余剰、ね、つまりこの費用っていうのは投下資本ですね。投下資本、資本を投下してるわけですね。事業活動に投下資本と費用は投下資本で、収益はこれ回収分ですよね。回収分、まあ、払ったお金、これが投下資本、お金払ってるってことは投下資本、ね、イコール費用で、収益はそれを回収しているものですけれども、収入額に基づいているわけですからね。投下資本を上回って回収したと、回収した部分ね、それを上回った部分が余剰なんですね。はい、こう余剰分。はい、つまり投下資本、払ったお金に対して上回ってそれを回収した部分ですね、回収余剰、これがまさに分配可能なわけですよ。払ったお金に対してどれだけ上回って回収できたのか、費用は支出額、収益は収入額ですからね。払ったお金に対して回収しました、それどれだけ上回って回収できたんですかっていうのが投下資本の回収余剰で、ズバリそれが、そのまま分配可能利益というものになります。収支額基準で収益費用を測定することで、まさに投下資本の回収余剰、つまり払ったお金に対してどれだけ上回って回収できたのかっていう、それを計算できる、それはまさに分配ができるわけですよね。資金的な裏付けがあるわけですね。お金払いました、お金もらいました、その差額が残るわけですから、払ったお金に対してそれを上回って回収できた部分、回収ですね、投下資本の、回収余剰、上回って回収できた部分、ね、分配できる、ね、お金残ってるわけですから配当ができる利益っていうふうに言われるわけです。はい、ですね、投下された資本を上回って回収された資本金額を意味するということで、まあ、これも収支額基準で収益費用を測定するからこそなんですよね。収益の金額や費用の金額を収入額支出額で測定しなければ、その差額の利益も別に資金的裏付けがあるものでもなく、そして回収可能な金、ごめんなさい、分配可能な金額とも言えないわけですよね。収益や費用を収入額支出額で測定するからこそ、その差額の利益もお金があり分配可能っていうことが言えるわけです。はい、まあ、収支額基準で、ね、計算するからこそ、投下資本の回収余剰、そして、分配可能利益の計算が可能になると。はい、そしてそのまあ5ページですね、まあこの辺りの話でよく出てくるのが一致の原則、これはまあ包括利益とですね、純利益の、まあ共通点なんかのところでも出てきたので、まあ一致の原則結構ですね、あのレギュラー講義の中でもお話はしていると思いますけれども、まあちょっとこの絡みでもですね、見ていきたいと思います。レジュメ5ページですね、まあ一致の原則、全体利益と期間利益の合計額が一致するという関係原則、これが一致の原則になります。はい、まあ、全体利益というのは企業の全存続期間の総収入額と総支出額の差額になります。つまり企業の全存続期間のキャッシュインとキャッシュアウトの差額、これが全体利益になります、ね、期間収支の合計額ですね。はい、これと期間利益の合計額が一致するという関係性で、ちょっと下のですね、5ページの下のこの編みかけの例を見てください。はい、問題を少し見ていきますね。非常にシンプルな問題を設定しました。×1 年度期首に建物5万で取得して、残存ゼロ、耐用年数4年、定額法で減価償却を行うと。で、×1 期首に取得した建物を×1 期首より4年間賃貸し貸して、4年で8万の賃貸収入を4年後に受け取ると。で、企業の全存続期間を4年と仮定すると。はい、じゃあキャッシュの面ですね。キャッシュの面見ていきますね。キャッシュ面はどうかっていうと、キャッシュの方はですね、まず ×1 期首に建物5万で取得して、まあ、これお金払ったと考えてください、ね、マイナス5万と。で、4年間賃貸して4年後ですね、賃貸終わった後に8万円の賃貸収入を4年後に受け取るということで、まあ、4年後にですね、まあ、4年目の期末に8万もらったと。そうすると、まあ、企業の全存続期間4年とした場合、全体利益、企業の全存続期間の総収入額と総支出額の差額、全体利益はこれ3万ですよね。はい、これ3万ですと。で、それに対して損益いきますね、損益。
損益どうかっていうと、まず、建物を5万で買ってくるわけですけれども、この建物を減価償却していきますよね。残存ゼロ耐用年数で減価償却定価法で行うと年間12,500の減価償却費が出てきます。はい、これデップですね。年間12,500の減価償却費が出てくると。はい、そして収益の方はどうかっていうと、これ4年間で、最後ですね、8万円の賃貸収入を得るわけですけれども、その賃貸収入を、まあ、配分していかなければいけないですよね。4年間家貸してるわけですから、建物貸してるわけですから、その8万の賃貸収入を4年間にわたって収益計上していきます、ね、はい、つまり、未収収益計上していくんですね。未収収益、4年後に8万ですね、受け取るんで、ね、この2万未収収益ですね、未収家賃、未収収益、これを計上していきますよと。はい、そうすると年間7,500の利益ですよね。年間7,500の利益、はい、でこの年間7,500の利益が4年続くんで、期間利益の合計は、はい、これ3万になりますね。3万。でこの企業の4年間の全存続期間、4年間のキャッシュインアウトの差額、全体利益3万と毎期毎期の利益7,500の合計、3万は一致する、はい、これがまさに一致の原則ですね。これがまさに一致の原則、期間利益の合計額と全体利益ですね、企業の全存続期間を前提とした場合の収入支出の差額ですね、3万期間利益の合計額と一致しますよと。はい、でもう少し中詳しく見ていきますね。まあ、この一致の原則っていうものがなぜ成立するのかというところですね、見ていきます。まずですね、まあ、これは発生主義における収益費用を認識するというですね、まあ、従来のですね構造ですと、発生主義による収益費用の認識ですね。はい、まあ、一般的に現金主義じゃないからね、これさっきもお伝えしました通り、収益と費用の認識時点と現金の収支時点はずれるんですね。収益費用の認識時点と現金の収支時点はずれると。なので期間利益と期間収支は違うんですよね。期間利益と期間収支は違いますよと。だって現金主義じゃないからね、お金払っても費用として認識されることはあるわけですよね。まさにこの建物の減価償却費なんかそうなわけですよ。今ね、下の説明で見た通り、5万のお金を払ってもそこで費用計上されないわけですよね。5万のお金払っても費用計上されない。徐々に4年間にわたって費用計上されるし、収益もそうですよね。8万の収益を、ごめんなさい、8万のお金を家賃としてもらうのは4年後だけれども、4年後だけれども、もらった時に8万の収益を計上してるわけじゃないですよね。前もって2万かける4年で収益計上してるわけですよ。で、このように、発生主義で、まあ、収益費用を認識してるんで、まあ、収益実現主義だったんですけどね。はい。現金主義じゃないから、まあ、いずれにしても現金主義じゃないから、期間利益と期間収支が違うんだと。で、ただ、測定面どうかっていうと、測定面はね、お金払った、お金もらった、その金額で測定されるわけですね。測定面は。測定面は収支額基準で測定されるので、はい、ここポイントです。収益の額ってのは、いずれかの収入なんです。費用の額はいずれかの支出なんですよ。はい。なので期間収益の合計っていうのは総収入額になるし、期間費用の合計っていうのは総支出額になるんで、まあ、一致の原則が成立するというわけですね。はい、まあ、結局、ね、この収入支出を配分してるわけですね。収入は8万を4年にわたって配分しているわけですよ。でも金額がね、結局この収益の金額が収入の金額をベースなんで、そして費用の金額も配分するわけですけれども、費用の金額も支出の金額がベースですから、企業の全存続期間を考えた場合に収入支出の差額と収益費用の差額の合計は一致すると言えますよね。これが一致の原則になります。はい、ということで、まあ、一致の原則についてはまたね、こう概念フマークとも絡んで、くる重要な概念になりますので、ここはきちんと押さえておいてください。
はい、それでは最後ですね、6ページ、まあ、こういった実現主義とですね、あと概念フレームワーク上のリスクからの解放なんかとですね、比較をしていきたいと思います。まあ、これもちょっと伝統的な話でもありますけれども、一部概念フレームワークもですね、入っているというところで、見ていきます。はい、まあ、リスクからの解放はね、もう講義ではお話をしていますので、まあ、どういった話かっていうところはですね、そんなに詳しくは説明していきませんけれども、これは概念フレームワークにおける収益認識ですよね、の考え方、事前に投資にあたって期待された成果が事実として確定すること、その時に収益を認識すると、期待された成果が事実として確定した時に収益を認識すると、事実として確定した時に、収益を認識と、はい、これがリスクからの解放でした。まあ、会計基準設定マニュアルであるで、ね、リスクからの解放ですけれども、まあ、ちょっと新しい会計基準のですね、履行義務を果たした時に収益を認識するっていうところにですね、あまりこう反映はされてないですね、このリスクからの解放の考え方、となると、じゃあリスクからの解放って何だったんだっていう話はなってきてしまいますけれども、まあ、一応概念のマークは概念フレームワークでですね、まあ、これはまたちょっとね、会計基準設定マニュアルっていうことで別物なんですが、それはそれでまあ勉強していかなければいけない。ただまあちょっとね、概念のマークの役割はどうなんだっていうような、クエスチョンはつかざるを得ないかなというところにはなってきていますね、現状。はい。で、まあね、ちょっとここはリスクからの解放というですね、概念マークの考え方なんだっていうくくりでもね、見ちゃっていいです。はい。で、まあ、リスクからの解放ってことは目的達成したときにですね、期待を達成したときに、まあ、収益を認識するんだっていう考え方ですね。はい。なので、投資の性質によってその目的って違うんで、事前の期待が違うんで、まあ、一応事業投資と金融投資でちょっと見ていきたいと思います。まあ、これはもうやってるかと思いますけれども、一応復習も兼ねて見ていきましょうか。ね、はい。まあ、事業投資、まあ、一つ例を取ってみると、これは製造業における機械装置で、機械を作って売りましょうっていうですね、そういう目的を持った投資だと思ってください。はい。ポイントはやっぱりね、事前の期待なんですね。リスクからの解放というのは事前の期待がポイントになります。事前の期待。ね、だってそれはそうですよね。だって期待達成したときに、目的達成したときに収益認識するわけですから、じゃあその期待目的何だったっていう話になるわけですよ。だから事前の期待が非常に大事。機械装置をですね、使って製品を作るというところなんですけども、結局事前の期待はですね、製品を作ることじゃないんですよね。機械装置を使って製造した製品の販売によるキャッシュの獲得、これを期待してるわけですよ。作れればいいってわけじゃないんですよね。ね、作れればいいってわけじゃなくて。作って売ってお金稼ぐ、ね。これが目的ですからね。作って放置して鑑賞用で見るだけじゃないわけですよ。ね、商売でやってるわけですからね、作って できたものを並べて満足するっていうね、そういう趣味の世界ではないわけですからね、作って売ってお金を稼ぐ、これが目的なんですから、お金入ってこないからダメなんですよ。だから事前の目的っていうのはキャッシュの獲得なんですね。製品を製造して、それを、ね、販売することによってキャッシュを獲得する、これが、まあ、事業投資で一つ例を取ったですね、製造業の機械装置の目的になります。じゃあ事後の成果ですね、事実として期待が確定するときってのはいつかっていうと、それはお金もらったときですよ。投資のリスクから解放というのは、事業のリスクに拘束されない独立の資産を獲得したとみなすことができるとき、まあこれなんかお金ですよね。まあお金獲得したときっていうふうに考えちゃっていいでしょう。まあ事業のリスクってのは、このリスクってのは成果の変動性なんですね。これは成果の変動性で、要は製品作って販売される前までは結局それ売れるかどうかわからないっていう不確実なもとにさらされてるわけですよ。でそれがなくなるという状況がまさにリスクからの解放なんですね。不確実性がなくなる、それがリスクからの解放ね。不確実性から解き放たれるわけですよ。だからまあね、実際物が売れてお金入ってきたら、もうね、売れるか売れないかわからないとかね、お金入ってくるかどうかわからないなっていう不安はなくなるわけですね。実際お金入ってきてるわけですから、はい、まあそれがね、事業のリスクに拘束されない独立の資産と、まあお金に限らないんだけれど、お金に限らないんだけれども、まあもうここはね、まあ事前の目的っていうところでキャッシュの獲得っていうふうに、言っちゃっていいでしょう。はい。したがってまあ最後ですけども、機械装置そのものの時価の変動をリスクから解放された投資の成果と見ることはできませんよと。まあそうですね、機械装置自体を売って、稼ぐっていうことを目的としていないわけですよね。機械装置自体を売って稼ぐということを目的としているのであれば、機械装置を時価評価していきましょうという発想になるわけですけれども、機械装置自体を売るんではなくて、機械装置から作ったものを売って稼ぐということが目的ですから、だから機械装置の時価は全く関係がない。だから機械装置は主導権下で評価し続けるわけですよ。時価評価しないわけですね。別にこれは機械装置に限らずですよ、
事業活動に建物使ってます、備品使ってます、車使ってます、車両使ってます、でも全部同じです。その事業活動で使ってる建物や備品や、車を売って稼ごうと思ってないわけですよね。これも画面に映ってないかな、ここね、おすごい音だ。このプレゼンターね、これ今ね手元にあるプレゼンター、これもレックの備品ですけども、別にこのプレゼンター備品を売って稼ごうと思ってないわけですよ。このプレゼンターを使ってこうやってねレジュメを写して、その収録を配信して講座として販売して稼ぐっていうことがまあ目的なんですよね。まあちょっとですねいやらしいかもしれませんけれども、まあ当然皆さんに合格していただくっていうことがですね、それ一番の目的であるんですけども、やっぱりお金も欲しいわけですよね、成り立たないわけですから、ね、だからこのプレゼンターなんかは自家評価するっていうことはしないわけですよね。首都圏下で評価し続けると、ね、はい、なんでまあ機械装置とありますが、まあこれはね事業用の資産ですね。事業用資産の時価の変動をリスクから解放された投資の成果と見ることはできないということで、別に時価が動いたって目的達成してるわけじゃないんですよ、ね、時価が動いたって目的達成してるわけじゃないんですよ。目的は稼ぐことですからね。そこからあの時価変動じゃなくて、ね、商品を売って稼ぐことだから、ね、その資産それ自体売って稼ぐことじゃないんですよ。だからそのリスクから買うというのはやっぱ事前の目的ですね。事前の期待っていうものが事実として確定したとき、じゃあこれ金融投資どうかというと、金融投資はもうその逆なんですね。金融投資の事前の期待っていうのはもう時価の変動で利益を得ることですから、保有資産の値上がり益、はい、なので事実として確定するときっていうのは、価値変動ですね。投資対象となった資産等に生じる価値の変動、ね、これがそのままリスクからの解放になります。だって目的が時価の変動によって利益を稼ぐことですからね。だから時価動いたら目的達成、それがそのまま利益になります。はい、金融投資においては投資対象となった資産の時価での評価差額がそのまま期待と対比されるリスクからの解放された投資の成果を表していることになりますよと。はい、まあ、これがリスクからの解放という考え方ですね。まあ事前の期待が成果として確定したときに、収益を認識すると、まあ、それをリスクからの解放と呼んでいるわけですね。不確実性を免れたとき、ね、成果の変動性を免れたときに、リスクから解放する、ね、まあ、収益を認識する、ね、やっぱ事前の期待なんですね。ポイントは事前の期待が何なのか、これがもう最大のポイントなんですよ。まあ論文なんかだとね、もうそのやっぱリスクからの解放を書くんだったら事前の期待をまずね書いてから、記述していかなければ何のこと書いてるんだってことになってしまうだけなので、やっぱり事前の期待っていうところはすごく大事になってきます、ね、はい。でちょっとそれとですね実現主義なんかと比較をしていきます。最後ですね、はい、まあ、実現主義ですね、これもさっきやりました。リスクからの解放も今やりました。で、まあ、一番右は実現可能概念ということで実現主義の拡張概念ですけれども、これまたちょっと最後に見ていきますので、とりあえず実現主義とリスクからの解放について比較をしていきます、ね、はい。まあ、実現主義というのはですね、企業外部の第三者に対する財貨または役務の提供、そして対価として現金または現金統括を受領したときに収益を認識するというですね、そういう考え方なんですけれども、まあ、そういう考え方がゆえにですね、これ売却という事実が収益認識には必要なんですね。実現主義というのは基本的に売却という事実が必要なんだと。だって企業外部の第三者に財貨または益も提供して、ね、ペンあげて、まあ、渡してねお金もらうわけですよね。ということは売却という事実が必要なんですよ。はい。でもリスクからなんかは別にそれ特にいらないわけですよね。売却という事実はいらなくて、目的達成すれば収益認識ですから。はい。じゃあそこでですね、ちょっと検討していきたいのは、売買目的有価証券の評価益、これについて考えていきましょう。有価証券の評価益、これは、まあ、別に20年度実現主義採用していましたよ。ね、でも有価証券評価益認識しますよね。21年度からどうかっていうと、金融商品は、新しい収益認識の会計基準の対象外ですから。だから、金融商品、有価証券なんかは別に新しい収益認識のことを考える必要はありません。これは次回の講義でもやりますけれども、ね、基本金融商品と、リースの貸して、ここは収益認識基準の対象外です。まあ、他にもあるんですけども、まあ、皆さんがですね、処理している、勉強している、論点の中のね、代表例として、リースの貸し手と、金融商品は収益認識基準の対象外ですから、ね、ここについては、ね、履行義務の充足とか考えていく必要はないと考えてください。はい。で、話戻しますけれども、この売買目的有価証券の評価益っていうのは、まあ、計上してましたよ、ずっと。でもあれって、企業外部の第三者に対する益務の提供、そしてその対価として現金または現金投下物受領っていう実現の要件満たしてないですよね。満たしてないから、これ実現主義を厳密に当てはめると有価証券評価益って計上しないできないんですよ。まあ実際はしてましたけどね、実際はしてましたけれども、実現主義に厳密に当てはめると有価証券評価益ってのは説明できないんですね。これが左下の吹き出しに書いてあります。
はい、例えば売買目的有価証券は実現していないにもかかわらず現行上は評価差額は純利益に含められており、その意味では実現概念では説明できないと、ね、はい、まあ現行上、まあ、今でも、ね、認識しますから、ね、有価証券は実現していないわけですよ、これですね。でも評価益は純利益に含められていると、まあ、そういう意味では説明できないとあるんですけれども、でもこれリスクからの解放だったら説明できますよね。リスクからの解放だったら説明できます。これさっきですね、右上の表で見た通り、有価証券投資っていうのは元々の目的はその時価の値上がり益なんですよ。時価の値上がり益を目的としているんですね。だから時価が値上がったらそのまま利益を計上する、 OK OK 大 OK なんですよ、ね、はい。で実現主義はそれできないんですよね。だって売ってないんですから、現金また現金等価物もらってないんだから、実現主義だったらその収益認識説明してよって言っても説明できないわけですよ。でもリスクからの解放だったら説明できるんで、リスクからの解放の方がまあ概念的には広いとされております、ね、実現概念よりも。でも論文でね、平成30年かな、この実現主義なのになんでですね、この有価証券評価益をね収益認識するんだみたいな問題が出ました。まあ、説明しなさいみたいな、ね、まあ、答えとしてはね、確かに実現の2要件は満たしてないけれども、事実上は実現しているんだ、ね、事実上はもうね、有価証券売買目的だったらすぐ売ることができるんでね、事実上実現しているのと同時できますよ、ね、だから実現主義の中でも売買目的有価証券の評価益認識することができるんですよっていう説明をしてあげればよかったんです、ね、はい、ね、ただ厳密に当てはめたらですね、やっぱりね実現はしていないというふうに解釈することができるでしょうということと、もう一個ですね、実現可能概念というのがあります。実現可能概念というのは実現主義の拡張概念で、これで別に収益認識をしていたというわけじゃないですけれども、こういう考え方もありますよということを知っておいてください。最後ですね、実現可能概念というのはまあ、実現の容易性で収益を認識しちゃうと。はいですね、保有している資産の現金または現金等価物への転換が容易である、あるいは容易になったことで収益を認識しちゃうと。あ、実現しそうだなって思った時に収益認識しちゃうんですね。実現しそうだなって思った時に収益認識しちゃうと。でこの実現しそうだなって思う思わないっていうのは、これ物理的な話なんですよ。どういうことかっていうと、経営者の意思は関係ないんですね。例えばですね、有価証券なんかであれば、別にその企業が売買目的に区分してなくても、売買目的としてですね、処理してなくても、上場している有価証券、まあ株式なんかであれば、別にすぐ売れますからね。まあ極端な話ですね、その他有価証券として保有していてもですよ、売ろうと思ったら売れる状態であれば、その他有価証券の時価評価差額収益認識します。その他有価証券評価差額金純資産直入しませんよ。この下の吹き出しにもあるんですけども、子会社株式、上場している会社のですね株式買ってきて子会社化しました、子会社株式時価上がりました、売ろうと思ったら子会社株式売れるよね、物理的に売れるよね、経営者売ろうと思ってるとかどうか関係ない、売れるよね、だったら収益認識しましょう、子会社株式評価益ね認識しちゃう。これが実現可能性概念。はい、特に売却という事実は関係ないんですね。物理的に売ることが可能であるような状況になったタイミングで収益認識されてしまうんですよ。まあこれまた名誉な話でもあるかもしれません、ね、だから子会社株式評価益とかその他有価証券だって評価益を認識しちゃうんですね。はい、これが右下の、まあ右下とか右側の吹き出しです。上場されている子会社株式やその他有価証券は実現可能であるにもかかわらず、現行上は評価差額は純利益には含められておらず、その意味では実現可能概念では説明できないと、ね、はいですね、上場されている子会社株式やその他有価証券は実現可能、でも現行上は評価差額は利益に含まれていないので、まあ、説明できないよと。はい、あ、ここはまあ物理的にね、その経営者の意図、経営者が何を思ってるのかとか関係なしに、売ろうと思ったら売れるような状況であればもう収益を認識しちゃいましょうというですね、話で、まあ、子会社株式であったりだとかその他有価証券は実現可能なんだけども収益認識しないですね。子会社株式は取得原価で評価するし、その他有価証券評価差額金、その他有価証券の時価評価はですね、まあ部分純資産直入法を採用して、損が生じているケース以外は全部ね、純資産直入していきますから、まあ実現可能概念では、まあその現行上の、有価証券のね、収益認識体系っていうものは説明できませんと、言われておりますと。はい。まあおまけですね。おまけです。はい。ということで後半戦はですね、
伝統的な収益認識に関して見ていきましたが、まあおまけ的な意味は強いですね。まあ多分収益認識出るんであれば新しい収益認識の基準が通常出るかと思いますので、まあ一応保険的な意味合いです。だからまあ力の入れ具合もね、まあ時間がある方はね、ちゃんと見ておいていただきたいところでありますけれども、やっぱり次回見ていくですね、新しい収益認識基準や前半やったね時価開示の基準とかをより中心に見ていった方が、試験上は、点数が取れるかなと思います、ね、はい。ということで、出る可能性がないとは言いませんよ。一応ね、実務上というか、ごめんなさい、基準上はね、基準改定があって、トピカルなところではあるんですよ、やっぱ収益認識は、トピカルなところなので、出てもおかしくはないんですけれども、ね、ただ、これは本当に完全に個人の主観となりますけれども、やっぱり出すんだったら新しい基準じゃないのかなとは思うんですよ。ね、はい。ということで、優先順位としてはやっぱりね、この方向2コマの中で、考えていくと一番低いと、ね、今日1回目の後半でやったところはね。前半の、ね、時価算定の基準とかね、見積もりの開示の基準とかの方が、重要性は高いと思ってください。はい。それではですね、次回2回目で、新しい収益認識、1コマでね、理論部分やっていきたいと思いますけれども、前提として、簿記の収益認識の部分を一通り勉強してるっていうことを前提として講義をですね、していきますので、必ずね、2回目の講義を受ける前に、簿記の部分は、必ず勉強して、簿記のテキストを隣に置いて、理論の講義を聞くようにしてください。はい。それではですね、改正、に関する補講、1回目講義の方は以上となります。お疲れ様でした。